Buenos días! Buenos días! Buenos días! Buenos noches! 日本の皆さん、こんばんは。こんばんは。というわけで、毎週土曜日にやってる旅おろしの生配信。今回は YouTube ライブなんですけど、ついにベネズエラからちゃんとライブ配信することができました。やったー。はい、もうベネズエラに入国しております。はい、入国しました。まだね、あのブラジルとの国境沿いの町なんですけど、もう2日経ちまして、すごいエンジョイしてます、はい、ベネズエラ。ギアナ高地のね、自然もちょっと堪能してね。はい。うん。そして、誰みたいな、ね。誰ですか誰ですかちょっとあ、そうだ。あ、そうね。それが顔もちっちゃく見えるし。うん、あの、3年半前に2人に会ってるんやね。ブルガリアで会ってて、その時にこう同じサッカーチームが好きすぎて、ね、アーサル それでね、アーサルがね、で好きでちょっとこう意気投合しちゃったっていう、そうね、うん、まあ私も一人旅で世界回ってる感じの旅人ですね。一応今どれくらいかな、50カ国ぐらい一人で回ってます。めちゃくちゃ一人でめちゃくちゃいろんな国回ってる女子ですね。女子です。女子パッカー。基本的一人ですもんね。そうね、まあ現地でツアーとかでね、仲良くなる外人とか、うん、結構いるけど、まあ言うて、うん、その国境をね越えたりとか、うん、まあ、そんな一人でやってるからね。ね、いや結構ムキムキマッチョな女子一人旅してる方なんで。いやそうっすよ。はい。うん、何か質問あればコメントお願いしますって感じですね。はい、はい。というわけで、まあ彼女、女子旅のこととでも、ベネズエラのことでも何でもいいので、コメント待ってます。はい。待ってます。あ、今回はね、まあ、一旦酒なしで行こうかなと思います。そうですね。この後移動しないといけないからね。はい、前回ペロペロになりすぎましたからね。はい。はい、フランシス・アリソン、ウンサルベド・ブラジル・パラ・オス・マルコス。わかる？なんで？わからん。ウンサルベド・ブラジル・パラ・オス・マルコス。わからんな。わからん。わからん。翻訳しようか。毎回いいけど、毎回翻訳してたら聞きないけど。間違いない。うん、いいっす。ユーさん、オス。オス。オス。デゼルト・ムーブメントさん、生馬おろし聞きたいな。朝ごはん食べちゃった。あ、食べてきたの？うん、エンパナード食べた。あ、そうだね。そう、実は、ね、でっかいの。じゃあ俺後で買いに行こうかな。じゃあ、うん、そうだね。後で生馬おろし聞きます。後でね、はい、1時間ぐらい待ったら聞けるかもしれません。はい、よろしくお願いします。または生バイブス。まあバイブスはもういつでもバイブスバイブスバイブス、こっちもバイブス言っちゃうタイプの人間やから。そう、ね、めっちゃバイブス言うから。ありがたいね。言うからね。ありがたいね。バイブス受け入れられてるのありがたいね。確かに。バイブス基準で旅してる。そうそうそう、バイブスで旅してる。リエさん、ウキウキ。ありがとうございます。ワクワク、ウキウキ、ワクワク。コリンゴさん、ボンジア。ボンジア。ボンジア。一応、ベネズエラに入ったのでね、ブエノスディアスに戻りました。ポルトガル語からスペイン語にね。はい。馴染みあるね。最高スペイン語。馴染みある。スペイン語はやっぱ通じますからね。うん、当たり前だけど。今それは。喋れんか喋れないかによるんだけどね。うん、そう。大体聞き取れるしね。そうそう、何言ってるか分かるのがいいよね。うん、めちゃくちゃ分かる、ね。うん。いかにポルトガルが分かってなかったかも分かるし。全く分かってない。全く分かってなかったなっていう。そうだね。でもそういえばここはまだ経済圏はレアグなんだよね。そうね。あ、そうですね。そうだから、まあ、ベネズエラ皆さんもご存知の通り経済崩壊してるんで、基本的な通貨はドルなんだけど、その隣国それぞれの近くはその隣国の通貨使ってるみたいなね。うん、だからここはまあブラジルの国境からまだ 100キロも来てないところだからレアグだし、逆にコロンビア側はコロンビアペソ、コロンビアペソ使われていくんでしょ。うん、で真ん中はドル使われていくんでしょ。うん、めんどくさいっす。めんどくさい。そうだからレアグを全部ほとんどドグに換金してここに来たんだけど、結局ここでドグをレアグに換金してるっていう、うん、めちゃくちゃ損ムーブをかましてるっていうね。そうだね。そうだね。本当にね、皆さんも気をつけください。ベネズエラ行くときは、うん、
その近くまではね、その現地通貨、その前の国にいた現地通貨使うんでね、うん、そんなね、5000円分ぐらい持っといていいですよ、多分。そうですね。間違いない。ツアーはドルで払うけどね。うん、国の通貨が、その、ドルってもう指定すればいいんだけどね。うん。多分。そうね。そう、ドルって指定せずに、でも実質的にドルが通貨になっちゃってるから。本場の通貨あるんですよ。そう、本場の通貨、まあ、ボリバル。ボリバル、ベネズエラ、ボリバルあるけど、あの信用なさすぎて、そう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 、みんながね、もう違う国の通貨使ってるという。そう。100ドルでこんなに札ゲットしちゃいましたの典型ですよね。そうですね。ね、そうですね。典型的な国です。今はもうそれじゃないらしいですよ、だから。うん、何回もその何。出飲みしてるってことやね。うん。うん、桁切り下げてるって感じで。そう。あ、だ確かもう50ぐらいなんじゃない、多分1ドル。50ボリバル。なるほどね。意外といけそう。意外となんか、うん。あ、でも価値取り戻してるんだ。別に50で OK なんだ。だ取り戻、そう、取り戻してるっていうか、なんか。みんなが受け入れてるんだ。消してる？うん。なんか100万に なった時にもう0を6つ省いて1にしますみたいな。みたいな。でもその通貨をゲットすあんの、あ、まあ僕もあんま詳しくないけど。通貨これ あるっちゃあるねんけど、だからもう信用がないからみんな使わないっていう。だからほんまは国は使えって言ってるけど、誰がも使わないっつって国、まあ、国民がもう使わんって決めて独自でやってる感じ、うん、で、そのおかげで、あのだから言ったベネズエラボリバルを捕まうおかげで経済が回復してきたという。そうですね。ドルのおかげでね。ドルのおかげで、ね。やっぱドルってすごいですね。皮肉なあれです、ね、うん。やっぱ通貨安定するって大事なんですよ。大事やね。D ボリタさん。ほら、時間だぞ。あ、遅れました。1分遅れちゃいましたね。あ、ごめんなさい。あ、じゃあ。ありがとうございます。ありがとうございます。ペセミズラシさん、コーンおろし。こんばんは。コーンおろし。ポニトさん、ヤッホーホー。ヤッホー。ヤッホー。ヤッホー。やっほっほー。サッシャさん、おはようございます。おはようございます。ココさん、はじめまして。はじめまして。おー、はじめましてだ。ココさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。ベースエさん、あれ、なんか華やかだぞ。そうなんですよ。いつもよりバイブス。バイブス。バイブス。ちょっとね、ビジョールやん。ちょっとね、ありがとうございますね。もうそれはもう受け取っときます。ありがとうございます。さっきずっとリップ探してくれてたからね。あ、リップない。リップがない。リップどこ行った。このために化粧したからね。あざす。大事やから、そういうとこね。確かに。化粧はちなみにするんですか、旅中は。半々。半々。ツアー行くときはする。なるほどね、うん、やっぱ写真いっぱい撮る。そうそう、ね、でも国境を越えるときにわざわざするっていう感じ。あ、なるほど、ね、あ、そうなんだ。そうです、せえへんでね。する人もいっぱいいます、旅人。うん、確かに人によりますよね、結構ね。そうそうそう。でもちょっと、化粧道具はほとんど日本から持ってきたもの。あ、ほとんど日本から持ってきたもの。でもそのなんていうか、私今10ヶ月旅してるんですけど、うん、化粧せんから使い切らない。あ、なるほどね、うん、っていう感じ。だからなくなったら現地で買う人もいるんじゃないかな。うーん、なるほど、ね、そう。やっぱ女子目線の質問、それできるんですね、大塚さんね。あ、なんか女子目線の質問ですね。なんか女子の子、そうですよ、うん、やっぱりイマジネーションがいいですね。確かにいい点、レディーを観察してますからね、日々。、はい、日々レディーを見てますから。エンフィールドさん、チャオチャオチャオ。早くない？早くない？早まだ2分。チャオ違うわ。チャオじゃない。チャオじゃなくてチャオ。まあ、ヤッホーの可愛いバージョンみたいな。そうか。ありがとうございます。ありがとうございます。はじめまして。パンパンメロンさん。はじめまして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 ね。メロン食べたい。ウェルカーム。コネンゴさん、グーナ。ウトゥ、ウトゥビ、ウトゥビア、グーナー。イェーイ。イェーイ。え、コネンゴさんもグーナ？コネンゴさん、グーナなのかな？かな？どうだろう？グーナー、まあ、ぼちぼちいるからね。佐藤祐介さん、グーナーとして見に来ましたよ。で、ツイッターフォローしてくれてますよね。あ、そんな。そう。で、うち今、リツイートしたの。あ、そうなの。見に来てください。つって。あ、なるほどね。アースの話できるんちゃうの、これ。これアースなんだよ、多分。だってアイコン。でしょ。うん。エミレーツじゃない。誰だろう。あ、ジャカがゴールした時なのかな。多分そう。こっちから見たもん。前優先でゴールしたやつ。ね、たらもう。やん。わからん。モザイクエミ、モザイクアートみたいな。そう、うちもモザイクアートに見えて。すごい。あざす。あざす。ありがとうございます。サッカー、アースの話もあったんですけど。マジガチでゴリファンなんで、ゴリゴリゴリなんで。いや、3人じゃ、いやいやいや。ゴリゴリなんで。ちゃんと歌えるからね、だってね。ゴリゴリなんで。英語で、うん、俺ちゃんと歌えないからな。18 MK18 さん、アマゾン行ってた人。アマゾンですね。あ、そうっす、アマゾン行ってた人です。はい、結構どこでも行くもんね、行きたいと思ったら、ね、どこでも行くね。もうどうでも、ハンモックスでもね、南米、うん、
パタゴニアも行って、隅から隅、あとあれも行ったもんね、山？パタゴニアじゃなくて、ガラパゴス。ガラパゴス。ガラパゴスも行ってるしね。金かかってるよ。金もちゃんとかけれる。うん、金もちょっぴりかけてる部分もあるよね。うん、まあでも、なんかこう、なんか、ちゃんとしたホテルに泊まるとか、そういうか金のかけ方じゃないですか、ね。そうね。うん、もう、贅沢金じゃないっていうか。12人男女混合ドミトリーとか泊まりまくってるからね。うん。うん、その中で、ね、まあ、動物とかが好きだもん、ね、いや自然が好きだな、うん。山もね、もう惜しみなく金かけて登ってるし。うん、山結構登るんだよね、トレッキング。うん。まあもう、なんだから俺らが答えれない普通のあそこどうだったみたいな質問もね、答えれちゃうかもしれない、ね。確かにゴリゴリ観光地はめちゃくちゃ回ってる。そう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 。ツアーとかも俺らは高いから行かないとかやってるけど、ちゃんともうアマゾンのツアーとかもビシバシやってるからね。ビシバシ、うん、ちゃんといろんな動物抱いてきたから。うん、そう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 。うん、妹だからね。妹。憧れが。憧れが妹。おお。妹してるからね、でも実際ね。そうね。セルフ妹。セルフ妹して。スケチャさん、50カ国すごっ。でも危ない目にあったりせんのかしら。ああ、そうね。これよく聞かれるんですけど。はい。じゃあ南米、中南米、今10ヶ月。マジでない。マジでない。マジでない。ゼロ。女性一人で。え、今んとこ、ゼロ。ゼロ。ゼロです。すごい。ほんまにゼロ。その、例えば、まあ一人で、こう、ね、まあ、いわゆる危ないっていう街とか、歩いてても逆にみんな心配してくれる人が多くて、うん、女一人やから余計に、うん、なんかこう、まあ、例えばほんまに現地の悪そうな兄ちゃんが危ないから一緒について行ったるわみたいな感じでなるほどね、ついて行ってくれたりとか、なんか結構気にしてくれて優しい人が多いかも。でもまあそのなんかこの人怪しいなっていう人には絶対ついていかへんようにしてるし、まあ、それこそこう夜歩かないとか、まあ、人通りがないとこ歩かないとか、そういう基本的なことは気をつけてはいますけど、うんうん、中南米はほんまにゼロ。ゼロ。すごいよね。ねすごいね。ゼロ。本当って聞きたくなるもん。まあ、俺でも別に今多少はいるやろうとは思うからさ、うん。危ない人もね、南米にも、うん、中南米にも、うん。なんか案外 ね、そう、女やから危ないっていうのが中南米は少ないかも。レディーに優しい。レディに優しそう、レディが。確かに。レディが好きだからな。レディ大好きやもんね。レディ大好きだから。大好き。かといって、なんかこう、しつこくこうボディタッチするとか、そんなんもあんまない。ああ、うん、まあ文化の中で触ってくるぐらいで。そうね。うん。ハグとか、ね、まあ、とかあるけど、それはまあそういう文化やから。まあそれはね、うん、それを求めに行ってる部分もあるからね、うん、南米はね。その、うん、あのフレンドリーな文化、ね。そう、フレンドリー。なんかその、やらしい意味じゃなくて、ね。やらしい意味じゃなくて、ね。女、フレンドリーとか関係なくそう。そう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 。その挨拶でお辞儀で止まるんじゃなくて、ね、もうこうカーンっていくのが楽しいっていうね。そうそうそう、おばちゃんとかもなんかうちおばちゃんやで、おばちゃんがうちにチューしてきたりするからね。ああ、まあおばちゃんはねするよね。可愛いよ。いいっすね。そうっすね、いいっす、ほんまに全然ない。ゼロです。ゼロです。バヨさん、ライブに女性が混じるのは初ですか？ブライトンやかも。そう、そう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 。よう気づく。バヨさんはめちゃくちゃサッカー質問してくる。でもトッテナムファンの可能性すらある、ね、え、でも渋いね、ブライトンこうアイコンにするとこね、だから鳥が好きなんだと思う、うん、あ、そうかそうか、そうよ、そうか、確かに、あ、つまりそういうことね、つまりそういうこと、クリスタルパレスとか、あ、確かにパレス、うん、あ、そうか、いやでもトッテナムだもんな結局ね、ポヨ、分からん、だから、あ、でも初めてじゃない、その説、初めてなんだ、まあ基本2人しかやんないんで、あ、そうか、まあ何人何回か誰かとねやったことはあるけど、女性は初ですね。女性は初だな。うん、あんまおらんもんだって。そう、うん、そんな。俺らまず女性とあんまおらんもん。日本人の。確かに。うん、確かに、うん、ルイさん。ルイの部屋さん。女一人旅、危険なこと、どんなことありましたか？女関係なく、うん、ホテルが火事になったとか。ああ、なるほどね。あ、それはどこだっけ？ベトナム？ベトナム。でもこれは女と全く関係ないし。誰、うん、で、あ、一回なんかその、それもベトナムや。ベトナムで、うん、おじさんチンコ見せられた。あ、宿で、チンコ見せられた。宿で。宿で。ドミトリーで私が下のベッド。うん、そう、チンコ見せ男が上のベッド。うん、怖いけどね。怖いけどね。状況。なんか、え、でもまあ、あの、みんなおるから。ドミトリーみんなおる。まあね、で、
なんかこうのこうはしごでこうね上のベッド登るんですけど、ね、登るときにこうチンコ出しながら登ってくるっていう。あ、だからそのぐっさんにチンコを見てもらいたいんだね。そう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 。背中だから他の人はわからない。わからない。背中はわからんけど、こうあの男のズボンのシステムでチンコだけ出せるようになってるじゃないですか。社会の窓ね。そうそう、だからチンコだけ出してこうはしご登るときに内側ね、そのベッドの方向いて登るから内だけ見れる。内だけ見れる。見れる。特典みたいな。そう。見えたみたいな。内だけ見れる。そう。でまあもうなんやろ、それでなんかこう触られたりとか、うん、なんか見てくれみたいな、そんなんはない。あ、とにかく何回も見せてきて。もうなんかまあ逆にこれ危ないっていうかおもろいことかも。いい、うん、え、そいつはチンコ見せながらアップダウンを繰り返したよ。いや、何回も。いや、なんかそんなの短時間でというより1時間に1回トイレとか行ったりとかするふりしてこう何回かこう。いや、まあ陰湿は陰湿だな。そうだ、まあまあでもそれもね、そんなあれよ、あのホテルの人にあいつチンコ見せてきたで言うたらそいつあのできになるから。うん、うん、あ、そうだね。うん、そう。え、でもそれ言わなかったんだよ。あ、私はあの次の日に、うん、あいつチンコ出してきたからって部屋帰ってくれ言うたら、そいつがもう追い出されてた。あ、追い出されてた。ちゃんと追い出してくれた。そう、あ、で優しいよ、そんな。そんな、それで、あんたチンコ見ながらまだ泊まりなさいって言うやつおらん。マジで。まあまあまあ。チンコ見ながら。そのチンコは何人だった？え、もうアジア人。アジア人。うん。何人か喋ってないか。見慣れたチンコで。特に怖さもなく。いや、でもなんかもう、もうチンコチンコやから。チンコチンコ。うまい。でも黒人じゃなくてよかったね。そうやな、黒人だったら怖いもんな。ちょっと怖いな、ね、うん、その時怖くなかったんだね。でもね、だって一泊は寝たんだもんね、そのまま。そうそうそう、うん、確かに、まあ、夜寝静まってからね、みんなが寝静まってからなんか、まあね、まあ、来るんじゃないかとか、まあ、夜やし、まあ、え、でもなんかあったら絶対にギャーギャー言うたら、まあそうか、そう、周りいっぱいね、欧米人とか泊まってたから。あ、なるほど。で、うちも疲れてた、正味。あ、なるほど。うん。だから、いや、まあこれ多分怖かったら普通にねその場で言ったらいいと思う。じゃあ、うん、結構なんか、あ、ネタなるなとかちょっと思っちゃったから、うん、ごめん、関西人やな。そう、すごく関西人の血が出てくるんですね。ごめんな、うん、危険じゃなかったってことですか。まあまあ、そうそう、全然チンチンぐらいは、うん、そうそうそう。あきらさん、再会して最初に何しましたか？喋りまくった。喋りまくった。え、ちょ、2日ぐらいさ、もう夜中3時ぐらいまで喋りまくったよ、うん、ずーっと喋ってたな、うん、1日中喋ってたもんね。1日中やんね、うん、そのせいで喉痛いもん、ちょっと。まあ、旅の話からアーセナルの話から ね、うん、やっぱアーセナルの話って日本にいてもできへん、あんまりね、うん、だってグーナーに会うって日本でも結構奇跡的なレベルやのに、ね、誰がこんなとこで会うねんと。確かに、うん、ブルガリアで会った時もね、もう、うん、一晩中喋ってたもんね。一晩中喋ったね、うん、ちょっとやばかったね、あれも、うん、やっぱ同じチームを応援してるとそうなるよね、うん、そうだね。だブルガリアの時も正直二人のことだから、え、日本人か日本人じゃないか微妙なとこやら思って、うん、そう、自分からあんま話しかけてへんかったよね。あ、そう、あ、そう。で、多分初め話して、うん、あ、日本人ですかってなって、うん、で、なんか多分私がアーセナルのなんかユニフォーム着てたか、なんか、まあそれか、その、うん、なんかグナサウルス、ガナサウルスのなんかキーホルダーつけてたんだ、うん、なんかつけてたんだ。アイスのキャラクターね、ドアラみたいなね。そう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 、アイスのキャラクターをつけてて、え、アーセナルファンなんだって、あ、そうですけどみたいな、その俺たちもですみたいなって、ね、めちゃめちゃテンション、めちゃくちゃテンション上がった。もうそれまではなんか、あ、みたいな、日本人同士、あ、人かアジア人だなぐらいの関係が、もうガナサウルス見てから、え、アスナルファンやん。いや、そう、やばかったね、あれは。うん、一気に。一気にね。一気に距離パーンってしまうから。なんかむしろ、旅友達っていうか、もう、グーナ友達みたいな。グーナ、確かに。そう。だって、俺らが会った時は、あの、YouTuber って認識するわけない。だって、多分、チャンネル登録者数500人以下ぐらいだったもん。うん。最初に会った時。そうやね。まだサウジアラビアの動画出る前だからね。うん、だから本当に、何も世の中に触れてない、この俺らの動画が。ほぼ身内。ほぼ身内が。毎回100人ぐらい見てくれてた、うんうん、動画アップロードしても90回とかの頃に会ってるからね。成長したね。成長したよ。成長したね。アーセルと共に成長したね。確かに。弱かったもんね、アーセル。弱かった。まあ、アーセルの話はね。アルテタ最初のシーズンに出会いました、ね、見たもんね、一瞬で出会いました。後半どんどんアーセルの質問してくださいね。はい、最初は旅で。あ、りょうアレクサンダー君、こんにちは。今日も8時間。今日はね。今日は8時間しません。前回8時間やってたんですよ。聞いた。酒飲みながら勝てようか、やめとこ、ダメダメダメ、差し入れしようか、
3人だからね、できちゃう、本当に。うん、できるな。どもどもさん、いつもより花からいいね。ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですよ。小春さん、グーナ3人。ほんま珍しいな。小春さんもグーナかな。かな。グーナーまあ多いからね、日本人ね。まあね、うん、うん、どれぐらいがグーナーとして見に来てくれてるのかあんまり把握してないから。そうですね、みんなが質問してくるわけじゃないから、ね、DS2012 さん、こんばんは。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 しょうまくん、お二人とグッチャンヌンティウスさん、めっちゃちゃんと言う。グッチャンヌンティウスさん、僕たちグッサンって言うんですよ。グッサンでいいです。グッチャンヌンティウスさんはベネズエラで偶然出会ったのですか、それともお会いするにあたって事前に予定を合わせたのですか。まあ、話した通りですね。そうですね、ブルガリアで出会って、まあ、でもアマゾンで、レティシアっていうその国境の方からマナウスっていうね、まあ、僕たちがいたボアビスタの近くの町、ビッグシティまで来るっていうのを聞いてたから、じゃあボアビスタで会ってワンチャンベネズエラ一緒に行こうかみたいな話になりましてね。そうですね、はい、まあ、合わせまくったっていうよりは、あ、ちょうどいるやんってなって、ね、ちょうどいるやんぐらい、じゃあ会っとこうよみたいなね。ただ10ヶ月もさ、近いところにおんのに会おうってせんかったもんね。ね、10ヶ月に南米でね、会わんかった。お互い好きな旅をして、こう、あ、偶然だから近くにいるからやろうか、みたいな。無事や。てか、ここ、チェックアウト何時聞いてくるわ。おうち聞いてくるね。心配になってくるわ。いや、俺、いや、ぐっさんへの質問あるでしょ。なぁ。女子行くだけじゃなくてね、じゃあ、やっていきます。ヘロー、ヘローさん。ついにこの時が来ました。課金します。なんじゅ、太客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 。いや、うちのチャンネル太客とか言わないから。ごめんなさい。ごめんなさいね。太客とか。関西人、太客とか。ごめんなさい。本当にごめんなさい。いつも応援していただいてありがとうございます。粗品、粗品のね、うん。ごめんなさいね。分かる人にしか分からないから。そうね。そう、ごめんね。関西人ケンズ伊藤さん。最近、しげたびから見るようになったら、地元一緒で笑った。ああ、愛知県ね。そういうことね。そう、僕たちは愛知県ですね。愛知県小牧市、小牧市です。あいつは春日井市。この人は大阪府。大阪府。うん、おお。ぽいよね。ビッグシティ。ぽいよね。ビッグシティです、ね。いや、田舎やけどね。うん、あ、そう、すごい田舎。うん、ね、話聞いたらすごい田舎だった。D 森田さん、女子がいるだけでにやけ顔。これは旅バイブスじゃなくて女子フェロモンがムンムン。イエーイ。女子バイブス。女子バイブス。女子バイブス。え、そんな。こんなんそれだけでこんな褒めてもらえろ。めっちゃええやん、これ。永遠に8時間やろ、これ。8時間やる。あ、ちなみに、はい。あ、12時。まだ余裕、まあ、余裕ちゃう。交代交代で荷物出そう。あ、そうやな。うん、間違いない。ぽよさん、美人ですね。名前教えてください。えらい、こっちゃ。名前は、ぐっちゃんヌンティウスです。ぐっちゃんヌンティウス。難しいよね。まだ、あ、さっきね、しょうまくんのコメントでありました。これそのままです。ぐっちゃんヌンティウス。以上、インスタやらツイッターやらはもうこの名前で。そうですね。やってますね。うん。探してもらって、フォローしてもらって大丈夫ですか？全然大丈夫です。うん、はい。まあ、特にね、女子一人旅の人とか、うん、女性でバックパッカーしてる人とか、南米来る人とか、うん、めちゃくちゃいろんな情報、有益な情報を発信してるんで。もうね、女子はやっぱりね、こう、ちょっと旅のハードルがやっぱ高いとこあるから ね。やっぱその女子旅の人同士で、情報交換、意見交換しながら旅するっていうスタイルでね。うんうんうん、まあそうね。そう、まあ一人でゴリゴリ進める人だったらいいけど。いいけどね、やっぱりちょっと不安な子は多い。いや、だから女子の方がやっぱりこう、事前準備する子多いと思う。まあそうだね、うん。いろいろ知ってる子が多い、こう。確かに。うん、俺らとかめちゃくちゃズボラだもんね。そうだ、男子はやっぱりこう、調べなくても、特に二人やし、なんとかなる。まあね、そう、なんとかなっちゃう。そう。女子はやっぱりこう、なんとかなるのはまあなるんやろうけど、まあまあまあ、ね、まあ、できるだけそういうシチュエーションにならないように行動してるからね。すごくね、慎重な人が多い、うんうん、確かに。だから初めての人の参考になるのは間違いなくグッチャンヌンデュースです。あざす。フォローしてください、グッチャンヌンデュース。スエマーさん、こんにちは。皆さん、世界旅を始めるきっかけが聞きたいです。皆さんも世界旅を始めるきっかけが聞きたいです。そうですね。まあ、僕たちは、まあ、普通に旅が好きだったっていうのと、なんか、僕大学在学中に旅をもう仕事にしたいなと思って、旅仕事にするってなんだろうな、じゃ YouTube かなと思って、YouTube 始めながら旅し始めたって感じですね。
この真ん中行くか。あ、そうね。え、旅を始めるきっかけはどうですかって。旅を始めるきっかけは、うん、旅を始めるきっかけ、うん、世界旅。旅はそうですね。まあでもまあ興味があった、海外に興味があったっていうのと、まあ最初ニューヨークとロンドン行ったけど、やっぱ高いからさ、うん、楽しくないよね。うん、金がね、案外、うん、だからその海外を楽しみたいなってところで、やっぱ東南アジアとかで、東南アジア行ったら次はインドとか、うん、なったかな。まあでもその僕は愛知9泊で結構ね、おいろんな国の文化に触れてたっていうのは大きいと思います。すごいね。愛知9泊、愛知9泊死ぬほど通ってたんで、僕家近くて羨ましい、うん、そこでその海外って楽しそうだな、変ないろんな文化あるんだなっていうのは知ってたんで、まあそれがきっかけかもしれないですね。羨ましいね。はい、私はなんか漠然とそう世界に興味持ったのは、多分あの家になんか結構外人が来てた、その自営業というか、うん、飲食業、うん、ああ飲食業で、そうお好み焼き屋さん、まあそういうことだから、こうなんかちょっと近くの大学のその留学生みたいなとかがこう来たりとかして、うん、だからそれでなんとなくこう外国の恋みたいなのを子供もほんま3歳とか4歳ぐらいの時に初めて見て、うん、え、こんなん使ってる どこみたいな、これっていう認識だけど、おもちゃみたいな、そうそうそう、みたいなのを思ったのがまあきっかけかも。で、うん、8歳ぐらいの時にかあのネパール料理屋に通ってて、なんかすごいネパール料理が好きだった。8歳で、だから親戚の人が入院してる病院の横がネパール料理屋だった。だから帰りにね、お見舞いの帰りに行くみたいな。でそこでネパール人とめっちゃ話して、学校でなんかネパールの発表したよ私が。それですごい先生が褒めてもらったのもきっかけで、あ、なんか世界に知らん国がいっぱいあるからいつか行きたいと思ってたら、イッテ Q が始まった。あー、なるほどね。はい、そうで、イッテ Q でこうなんかリアルにこうね世界を感じて、あ、自分もやっぱりこうテレビの中に入りたいというか、映りたいとかじゃないよ、うん、ね、テレビの中でこう映ってる世界っちゅうのにこう自分で足を踏み入れて感じたいっていうのがあってかな。うん、とにかく幼き頃から海外というものに興味があった。カフェくれました、グラシアス、グラシアス。優しいよね。優しい、ベネズエラ人、ベネズエラ人めちゃくちゃ優しいんだ。グラシアス。このね、ちっちゃいカフェ、ベネズエラあるあるな。ブラジル、ブラジル。確かにブラジルやな。ここブラジルやもんな。ありがとう。グラシアス。ベネズエラもコーヒーの産地としてすごい有名ですかね。グラシアス。めちゃくちゃグラシアス。バイトさん。こちら。トゥードアブランチパニョ。Sí, sí, más un poquito. ¿De qué parte viene? De Japón. ¿Dónde から来たの? ¿De dónde aprendieron? No, no he aprendido mucho porque... ¿Ale? Pero estamos viajando mucho. ¿De dónde? Turismo, sí. どこでスペイン語学んだの？みたいな感じですね。そんなに学んでないけど、まあ、旅中に学んでますみたいな感じです。何時間？¿Qué países visitaron? ¿Qué países? casi todos, latinoamericanos. どこの国行ったの？南米、ラテンアメリカ、ほとんど国行ったよ。Yo visité Brasil, Argentina. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, todo. Brasil, todo, Argentina, todo. ¿De dónde eres? Yo soy sirio. ¿Siria? Siria. Ah, Damascus. Siria. Pero tengo muchos años aquí. Ah, sí, sí. Ah, pero aquí ya vivo mucho tiempo. Hay muchos problemas. Acá, ¿no? 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 Acá, ¿no?系の人が多いですね。うん、そう。シリア系の人は一回フランスに亡命して、多分、うん、フランスからフレンチギアナに来て、うん、フレンチギアナからベネズエラにいるっていうパターンですね。うん、そうですね。いやー、マジおもろいっすよ。
ね、すごい石田めきれやね。そう。綺麗だね、で、ここのホステルの名前、ナマステらしいね。うん。ぐっちゃぐちゃ。もうよく意味がわからん。これなんでナマステなんだろうね、ここね。ね。まあ、オウムが書いてあったからね。まあ、なんか好きなんじゃない？そういう感じ、ね、宗教というか、スピリチュアルな感じだね、ちょっとね。なるほどね。そうかもね。なんかシリアも、やっぱこう、なんつうの、反米ですからね。うん、そこで多分仲良くて、国同士が。なるほどね。ビザとかすぐ降りるんだと思う。それで多分何人か移民がいるんだね。すごい。納得しました。あれ反米で、反米で納得した。津田のきっかけ喋ったの？ああ、喋った。リオアレサンダーさん、治安はいけそうですか？ベネズエラね。うん、ね。まあ、まだね、油断するのは早いですけど。早いけど、このサンタエレナでウアレインっていう町、そのブラジルからね。これで書きます。まあ、そうそうそう。サンタエレナでワイレン。うわ、賞味めちゃいいよね。めちゃいい。やばい。何も恐れることがなさそう。治安はね、マジで全然悪くないっていうか、むしろそのブラジルの街、シティとかより全然いいし、うん、僕たちがここ来る前にいたボアビスタっていう地方都市でさえ、あっちの方が危なかったなっていう思うし。私もそう思う。うん、俺も絶対そう思う。あの夜に街を出歩いてる人の量がえぐい。うん。もう子供、大人、子供関係なく、女性男性関係なく、もうフラ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 みんなで歩いてるから、うん、もう私でもこの街は夜一人で歩くと思う。あ、うん、まあ、雰囲気見てね。確かに雰囲気見てね。なんか例えばその女子中学生ぐらいの子が普通に歩いてるから、夜9時とか10時ぐらいに、うん、それはもうだいぶ治安のいい証拠。確かに、なんかその危なそうな、なんていうか、ホームレスみたいな人とかもいないし、それもいない、薬中みたいな人もいないし、いない、あとなんかギャング的な人もいない。この町はね、あの結構その言ってもね、民族の町なんですよ。そう、それがね、すごい民族色が強いポイント。そう。俺らのときめきポイント。そう。あんまり知らなかったんですけど、すごい民族色が強くて、でなんか町の雰囲気もね、すごいなんか、まあアンデスに近いかもって思う。結構平たい顔のね、うん、そうですね。人がいます。うん、ベネズエラって言ったらね、アレックス・カブレラとかね、あの西部の、あとラミレスとかね、やっぱ野球やってる人はね、ゴリゴリの外国人ってイメージあるかもしれないですけど、ここにいるベネズエラ人は先住民だから、いわゆるペルーのクスコとか、ああいうところでいたような顔の人たちなんでね、背もちっちゃいし、ちっちゃいしね、うん、主にね、まあ、もちろんいるんだけど、ベネズエラ、うん、っぽいベネズエラ人は、うん、だから少数派かな、そっちの方が、うん、民族の方がマジョリティですね、この、うん、この村では。村ではね、結構ね、このここ、この村からその、まあ、シューダードボリバルっていうその、まあ、2番目か3番目ぐらいに大きい町までのが、それが一番近い町なんですけど、そこまでがね、アクセスがめちゃくちゃ悪いんですよね。だから多分あんまり民族が、ま、混ざらないっていう、うん、隔離されてるんだけど、うん、そうね、ベネズエラの中でもアクセスが悪いかも。道がクソ、うん、そうだね。道がそう。舗装されてないんだよね。ベネズエラの極南みたいな感じです。そうですね、すごい南にある町、うん。ここは安全ですね。ここはね、ここはほんまに安全。ここは安全。エセルサッシャさん、3分ぐらいで遅れてしまったのですが、お名前は韓国女優のユイさんに似てる。何やて？何やて？ってだけで間違いない、ね。それとちょっと。あれはちょっとメモしとくわ。ユイ、ね、韓国の女優ユイさんね。韓国女優ユイさん。ありがとうございます。韓国女優ユイさん。名前はグッチャンヌン。癖強っ。グッチャンヌンっていうですね。グッサンですね。そうですね。グッチャン、グッサン。グッサン、そう。グッサン。グッサンです。そうなんです。はい、じゃあユイに改名しようかな。いや意味わからへん。韓国女優。急にどうしたんだよ。韓国醤油とか言ってた。女優ユイさんね。こうやって書きます。ショーマ君書いてくれてます。グッチャンヌンっていうです。そうだね。これから名乗ろう。これの説明はちょっとめんどくさいから端折らせていただきます、ね。ツイッターとインスタもこの名前なんでね。見つけてフォローしてください。エルチャポーさん、お疲れ。お疲れ。お疲れ。ありがとうございます。あ、リョウアレクサンダーさん、ツイッター見てます。うん。ツイッターはまちもう200倍俺らより面白いからね。うん。あ、私の。そうね、でもやっぱ更新してないね。そう。いっぱい更新したいことはあるけど、あ、はい、めんどくさい。うん。うん。
いやもうグッサンめっちゃツイッター更新するなって思ってたんだけど。思ったやろ。でもうちインスタやばいで。うち3年前で止まってるからね。あ、まあね、確かにたまにグッサンが、インスタ更新するとき、めちゃめちゃヨーロッパの綺麗な教会とかさ、投稿がね。そうそう。今、現在進行形は南米にいるのに。アマゾンにおんのに、なんかすごい綺麗なヨーロッパとか載せてるから、ね、もうみんな混乱する。混乱する。確かに。フィットネス UG さん、いつも見てます。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ペシェ、水らひさん、1000円。あ、ありがとうございます。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 ビジョオロジー、大塚の顔小さくてさ。ベネズエラ楽しんで。これも角度詐欺やから。これは角度詐欺やから。こういったらうちだってちくっちゃうから。あ、こういったら出てくるから。俺顔でか。ありがとうございます。ね、ありがとうございます。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 ベネズエラ？でも待って、カタカナ。ベネズエラ。ベネズエラ。あのね、これね、二人もなんてベネズエラのことなんて言う？スペイン語で。知らんかった。俺ブラジルでさ、ベネズエラのこと聞こうと思ってさ、うん、なんかめちゃめちゃ質問してたらさ、ずっと怒られた。うん。ベネズエラって言え。こっちは読み方がないからね。ズ、うん、の読み方がないからね。ス、うん、ですね。Z だけ。ベネズエラ。ベネズエラ。ポヨさん、アーソルで一番イケメンだと思う選手教えてください。全員やろ。とか言いつつ、うん、の中でも。今、まあ、イケメンとタイプってまた違うみたいなとこある。ああ、まあ両方じゃ、両方欲しい、両方欲しいですね。じゃタイプって、性格も含めて。うん。まあまあ、まあ、まあ、腕が一番正統派イケメンじゃない？ああ、腕ゴールね。それはタイプ？イケメン？イケメン、イケメン。イケメンね。イケメンは、ああ、それイケメンか。結構、ガチでちょっとなんか言うのが恥ずかしくないタイプなの。ああ。はトロサール。ああ、トロサールがタイプ。ちょっとごめん、病気っぽい感じ目のクマすごいよね。すごい、だから直してあげたい、うちは。直してあげたい。でも本当うまいからね。そうね。気使える感じですね、プレーもね。そうよ。いろんな人と連携してみたいなね。結構ね。なるほどね。ブライトン出るときになんかちょっとしたいざこざみたいなのはあんまり気にしない。もう、それはアーセナルに来たから。アーセナル来たから、うん。なるほど。いや、それはね、ダメだよね。ベルギー代表でもね、うん、アサールがクソだからね。そうだね。トロサールはいいですよね。ベルギー代表でもなんかあった。確かあった。あ、そうなんだ。そう。いろいろちょっと揉めたの記事を読みました。まあストライカーちょっとぐらいエゴ強い方がいいからね。です。YK さん、美女が真ん中で映ってないだと。そうだね。さっきまで左端にいたからね。真ん中行かせていただきました。はい、すいません。成功。イエーイ。ルディさん、インカコーラは美味しいですか？あ。うん、飲みました、インカコーラ。もちろん好きでした。結構好き。ああ、結構好き。結構好き。甘いよね。うん、帽子めっちゃインカじゃん。あっ、ね、これインカ帽子だよね。先住民のね、おばちゃんが編んでたやつを買ったよね。それに気づいてこの質問してくれたのかな。おお、そうかな。よう見たいねすごい。アルパカ柄のね。だってペル行ったって言ってないもんね、うちが。そんな ね、うん、インカコーラは私は結構好きで、うん、なんかもうペルーもうちょっと出るっていう時バカみたいに飲んだ。あ、もうこれ最後やから飲んどこみたいな。あ、ね、うん、でも本当に、まあ、ボリビアの先端あるけど、うん、本当ペルーからインカコーラ消えるよね。うん、消える。ペルーイナン。そうで、北はあれなのね、あのエクアドルにある、うん、あるね。エクアドルはある。あ、エクアドルからある。そうかって感じやね。俺も大好き。大好きやね。まあ俺もまあまあ、プライオリティがコーラより上になった。ああ、いや分かる。なんかずっとインカコーラ飲んだから、コカコーラ飲んだ時にあれこんなだっけみたいな、うん、久しぶりにコーラ飲んだなってなる。あ、そのぐらいそのインカコーラを優先してた。だからまあブラジルでもガラナになるやん。分かるわ。まあ、そういうことや。まあ確かに、うん、美味しいよね。美味しい。うん、どこのジュースもなんか売れてるジュース美味しいね。うん、うん、D森田さん、美女子は誰さんでしょう、聞きたいです。美女子に命の危機体験はありましたか？あちゃー、ウッチャンヌンテウスです
いや、こんなんやるだけでこんなん言ってもらえるのやばいね。自己肯定感爆上がりやん。インスタライブだよ。ごめん、YouTube ライブ。最高やん。命の危険はゼロ。なし。なし。本当にない。命はマジでなし。マジでない。チンコ見せられただけ。あ、もう寝た。あら。おら。ボンジア。ボンジア。チネさん。シー、あ、シー、あ、パチノ、でもベネズエラ強い、かわいい。ララペデリタトライリ。見る。S。あー、オッケー。あ、S、エンビボ。あー、エンビボ。エンビボで YouTube、シー。アブラモス。オラ。オラ、オラ。ベネズエラ。ベネズエラ。ベネズエラ。ビバベネズエラ。ビバベネズエラ。いや、ほんまにそう。Café venezolano, con los amigos japoneses. コーヒーね。コーヒー。明るいよね。うん。ベンベン。Tráeme una, tráemela. かわいい。おいで。あ、いやだって。恥ずかしい。中国ハーフの赤ちゃんは逃げちゃいました。中国とベネズエラハーフ。かわいいよね。めっちゃかわいい。かわいい。今スタッフさんですね、宿の。ね。あの人も優しい。優しいね、みんな。ブーモンさん、塾帰りです。遅れましたが、おはこんばんちは。お疲れ様です。お疲れ様です。賢い、偉い。偉い。偉い。遅くまで。遅くまで偉い。確かに。ありがとうございます。応援してます。スケッチャさん、10ヶ月で50ってやばない？ちょっと違うね、これ。ごめんなさい。50はこのコロナ前に旅してたのも合わせてで、10ヶ月では中南米やから何歩ぐらいあんの中南米国。いや、グッサンぐらい。グッサン全部行ったの。メキシコ、ベリーズ。行ったな。グアテマラ、エルサルバドル。ええ。ニカラグア、ホンジュラス。ホンジュラス。パナマ、コスタリカ。コスタリカ。うん、全部来てる。9、え、8か。まあ、じゃあ18、18ぐらい。じゃあ18ぐらいですね、10ヶ月で。うん。うん、そうっす、そうっす。早いね。早いよ。そらうち金ないもん。まあ、金ないから早い。いや、それはさ、金あったらもうまで20年、30年旅するわ。スピード感。まあ、すごいこうね、貯金して来てますね。うん。うん。私はこう、YouTube とかしてないんで、ただただ旅好きの人。仕事が旅とかじゃなくて、ただただの旅好きの人です。うん、はい。です。で、バボイさん、今日もグッドボタン奇数回連打しておきます。あ、だす。偶数回だと消えちゃうからね。あ、そういうことか。そう、奇数回にしてくださいって先週言ったよね。お願いします。お願いします。何の、なんなん、なんで奇数回やったら消えへんの？あの、1回押すやん、うん、つくやん、うん、2回押すやん。ああ、そういうことか。あ、そういうことか。あ、そういうことか。別にそれ加算されていくことじゃない。そう、YouTube はそう加算されるわけじゃないから、ういうか奇数回にしてくださいねっていう。あ、そりゃそうやわ。ありがとうございます。ありがとうございます。ハルジェリオン、おボブジア、トゥドベン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 、トゥドビエンですね、今は。ですね、だから、まあ、OK? みたいな。いけてる、okay、みたいな。いけてるですね、うん、トゥドベン。アフロちゃんさん、トランキーロ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 に来ていこうね、みんな。スエリネコさん、怖いもの知らず。ああ、怖いもの知らず、怖いもの知らず。そうね、まあまあ、まあ、そうかもね、そうかもしれへんけどね。でもまあ、思ってるより怖くないっていうのは、まあ、思ってるより怖くない。そう、ね、それは日本にね、日本で暮らせるよりは怖いかもしれんけどね、うん、そんな急になんか道端で銃向けられて殺されそうになるとか、そんなことはまあないですよね。まあね、そういうとこに行けばあるんかもしれないけど、うん、旅人はそう行かないよね、うん、普通の普通の旅してるの、ね、普通の旅人はね、まあ、この人はちょっとまあ置いといて、うん、まあそんなにいかんけどね、うん、まあそうね。ゴリンゴさん、関西どこですか？大阪？大阪、大阪やで。大阪、もう聞いたらわかる、大阪人や。みんなに大阪や言うてこう出身どこや聞かれたら、大阪や言うたらやっぱりって言われるもん。いいよね、本当に、うん、でもその関西人のノリで世界一周できてるって部分あるでしょ絶対、うん、なんかやっぱ南米は
ある意味関西っぽい。あ、思うんだ、関西人も。やっぱりね、関西人よう喋るやん、うん、南米の人よう喋るやん、よう喋る、よう喋る、それがなんか似てるなって思うし、うん、なんかとにかくなんか適当なこと言って笑ってるやん。確かに。なんか関西人も真面目な話もなんかするけど、やっぱなんかどうでもいい話やな、おもろい話をやっぱいっぱいするからね。うん、世話好きやしね、南米の人もね。あ、大阪のおばちゃん身があるわな、うん、南米のおばちゃん、確かに大阪のおばちゃん身があるわ。やばい。あ、大ちゃん、チェルサポ。あ、後輩だ。あ、あいつか。高校の後輩。あ、そう。久しぶりです。ロライマ行きますか。いろんな事情があって。新婦に高いから行かないです。そう、最低6日かかるんですよね、まあ、ロライマっていう大きいテーブルマウンテンがあってね。もうね、めちゃくちゃ行きたいよ。めちゃくちゃ行きたい。だからその、絶対に行くって、絶対に戻ってくるって気持ちを忘れないためにロライマのネックレス買ったもんね。いや、うん、いくらだったんだっけ。10万ぐらいしたよね。そう、10万ぐらいしたのか、うん、2700レアルとかだったっけ。うん、そんぐらい、2000レアル以上した。だからもうその時点でもう8万ぐらいかな、多分、うん、確かそんぐらいでしたね。で、僕たちまあ、ドル換金して持ってきてるんですけど、1000ドルぐらいしか持ってないですよね。まあ、14万ぐらいなんですけど、そのやっぱ引き下ろせないんですよね、お金を、うん、だから結構予算が結構ギチギチに決まっちゃってるっちゃ決まっちゃってるんですよ、ベネズエラのお金が。だからなかなかこのもう最初の街で急にそんな 何百ドルバーンって出すとね、もうお金なくなっちゃうんですよね、うん、ベネズエラのお金が、うん、っていうのもありますね、うん、そうね。まあでもなんだ、ロライマ、ロライマには登らないけど、うん、まあ自然は楽しみましたね、うん、ある程度。あと民族も、民族ね、昨日ね、ね、お楽しみにですわ。お楽しみに。本当に大ちゃんはめちゃくちゃ、大ちゃんもめちゃくちゃトレッキング好きで。そう、トレッキングとチェルシーが好き。そう、トレッキングとチェルシーが好き。だからトレッキングの話は合うけど、チェルシーの話でボコボコかもね。うん、もう俺たちが、俺たちが一緒に出会っ、リオで出会った時はね、もうアーセナルイケイケ、チェルシーボコボコの時だからね、もう。そうね、うちら見た試合はね、アーセナル負けてる感じで。結構大ちゃんは真面目にチェルシー応援してるからね、押せる。ああ、まあまあ、うん、まあそれはすごいいいと思う。すごい、いろんなこと、いろんな悲しみ、悲しみに溢れたストーリーがね、最近多い。確かに。ちょっと ね、最近ね、まあ、チェルシーはね、お悔やみ申し上げますって感じ。そうね、本当にお悔やみ。まあでもね、いい、まあ、来年もお悔やみ申し上げます、うん、本当に。アーサーの下でしょうね。さすがにね。わからんけどね。さすがにね、ちょっと。あ、のめり込む信号。ちょうどコンタクトで。いいですね。そう、そこら辺ね、俺ら全く答えれないんだよ。コンタクトです。あ、結構質問ある。結構あるよね、コンタクトね。そう、めっちゃ答えれない。それはやっぱね、わからんよね、コンタクトの人は。え、コンタクトです。気持ちわからん、ゼロだからね。まあ、つまりこう、まあ、言うたら今もつけてて、こう2週間、のコンタクトをつけてる。だから2週間で使い捨てる。ああ、なるほど、うん、ま。結構使える。まあそう、ワンデーのやつもあるけど、だから私は2ウィークのやつを使ってるって感じかな。だって荷物増えるし、まあでもね、言ってブラジルとか、まあちょっと、まあコロンビアとか、まあちょっとこう発展してる国ではコンタクトは普通に買える。グアテマラでも買えるし。グアテマラで買えるんだ。グアテマラのアンティゴはすごいよ、うん。で、コンタクトの液も売ってるけど、やっぱりボリビアにとかにはない。やっぱボリビアにはなかった。めちゃくちゃピンポイントだな。そう、いや、まあボリビアで買おうとはしてないんだけど、まあ、ボリビアはやっぱ物がやっぱり少なくて、うん、どうしてもやっぱり、確かにな。ちょっと、まあ先住。先住民のね、人が、先住民多分使わんやろ。目に物入れない。まあ、イメージはない。うん、目に物入れれないでしょ。しかもだからといってメガネかけてるイメージもないけどね。うん。先住民って目いいんかな。じゃない、メガネかけてるイメージないよ、ね、ないな、うん、全然ない、今思えば、うん、なんかね、でもまあコンタクトは正直だるいんでレーシックした方がいいな。あすげえ急に、ね、すげえ急にそこまで行くって話、まあね、いや、まあまあ、でもほんまにそう、いや、コンタクトつけてる人はもうマジでもうその裸眼の人がすごい羨ましい。旅以外でもまあ羨ましいよ、まあ、まあまあ日本の時も羨ましい。やっぱりこうね、異物語をこう入れるやん。いや、まあね、で、例えばこうつける前にこう手をね、消毒、まあ消毒までしてへんけど、うちはね、まあちゃんときれいに洗ってやらんと、もう目もなんかバチゴンって腫れるし、
でなんかこうつけたまんま寝落ちしたらなんかガビガビなるし、うん、まあ単純にやっぱコンタクトで重いし荷物が。じゃあメガネも持ってるってことだよね。もちろん、生きていかれへんもん。てかメガネブラジルで作ってましたよね。ブラジルで作りました。おなんなら2回やってるからね。あの日本から持ってきたやつをなんか紛失して1回、うん、でグアテマラのメルカドで300円で買った。メガネよ、うん、ドイリのメガネ、ドイリのメガネ、でもやっぱメルカドはこう左右合わせるって概念がないのよ。なんでない。だからいやないでしょ。ないのよ、ないのよ。グアテマラのメルカドで左右合わせるとか言われたらびっくりするよ。まあ300円の民族のおばちゃんばっかりさ。そうそうそう、だからなんか100個ぐらいメガネ並べられてなんか全部つけてなんかどれが一番マシかなっていう過程を得て買ったんやけど。いいね、その買い方してみたいな。まあそうそうそう、面白かったけどやっぱり目大事やから合わんなめちゃくちゃ当たり前そう思って、ブラジルはやっぱりちょっと発展してるかなと思って作ったんですけど、めちゃくちゃいいっす。あちゃんともう日本のと変わらん。高いとか安いとか、まあ日本と同じぐらいしたかな。あ、うん、だからまあ別に安くはないけど高くもない。コンタクトもコンタクトもなんかこう合わないとか合うとか、まあ度数が悪い人は分かってるから自分でマイナスなんぼっていうのは。あその数字とかは別にインターナショナルな、こうインターナショナルでやってる。なるほど。それこそそのグアテマラのメルカロでも一応書いてあったよ。うん、あそのコンタクトに関しては、あコンタクトっていうかもうメガネも書いてあんねん。書いてあんねんけど、こう左右同じやから、こう日本人って大体もうどっちも測んのよ。こっちの方が悪いとかあんのよ。あ俺らの目に関する知識がなさすぎるから。あ、まあ、そうそうそう、うん、だからこうね、これ以上いいのか、こっちだけちょっと動画強いレンズ作りますとかがグアテマラではできなかった。なるほど。でもブラジルはもうちゃんとこっちとこっち違う動で作ってくれてるから。あ、そうかそうか、そう大変、まあ、大変は大変ですね、はい、うん、いやとにかくまあ現地調達も不可能ではない。不可能ではない、うん、コンタクトの駅も大きい街だいたい売ってるし、現代的な街というか、そう、うん、なるほど、うんって感じかな。でも結構ね、旅人コンタクト多いと思いますよ。確かに、うん、それを言い訳にしちゃいかな、うん、ためになりましたね、うん、そう多い。半分以上コンタクトじゃない結構、うん、かもね、会う人、うん、大ちゃんハバーツ可愛がってあげてください。いやもう本当 に、 大切にさせていただきます。ゴール決めましたよ、はい、うん、まあ、大ちゃん後輩だけど、はい、大切にさせていただきます。めちゃめちゃ期待してます。チェシーから来る選手多いよね、うん、確かに最近結構トレードがね多い、なんかね多いよね。でも結構なんかあ来たかと思ったけど、だいたい全部めっちゃ好きになるから、うん、あ大丈夫。チェルシーにいた時より活躍してくれると思ってます。祈ってます。祈ってます。 J ボーイさんこんばんは。こんばんは。こんばんは。いつもありがとうございます。ボヨさん、隣に美女が座ってると緊張しません？わら。緊張するやろお前ら。緊張する。でもグーナーだからね。まあそうやね、うん、やっぱ美女でもグーナーはもうね緊張しなくなるね。なんかよく分からへんなその理論は。この理論はちょっとよく分からへん。それ分からへんな、うん、グーナーだからさ、ほんまにな、うん、もう繋がっちゃったから心繋がっちゃったからね、うんうん、ほんまにです。ポリンゴさん、そういや屋根素敵、ホステル、ご飯食べたって言ったからカフェ。本当だ。いやね、いやすごいいいこと気づかせてくれた。ね。うん。これヤシの木のね、葉っぱやね。ああ、そっか。うん。ヤシの木の葉っぱ。うん。ここら辺の。ここら辺の先住民が家作るとき使ってる、うん。食えるし。食えるし、服にもなるし、家にもなるし。もう、すべてをあのヤシの木で賄えるみたいな。うん、なんかすごいヤシがあるんですよ。すごいヤシが。サステナブルヤシがある。サステナブルヤシ。うん、なんかココみたいなのはできないよね。なんか。そうね。ちっちゃいライチみたいな、ライチみたいなのがババババババってできる、うん、っていう。あ、じゃあホステルです今ここね。そうホステルね、はい、カフェではないです。ここのホステルがねめちゃくちゃ Wi-Fi 強いんですよ。だから、うん、100メガとかすごい。そう100メガ出る。まあわかんないかもしれないけど、うん、100メガめちゃくちゃ早い。とにかくゲーミングできんちゃうぐらい。すげえ。ジェイボーイさん、ベトナムパパの人柄に惚れました。あ、前回の動画ですね。そうですね。グッサもね、ギャラ3個書くんだもんね。そうね。その時は、教えるわ。教えて、全部。そう、このベトナム人のパパ。多分、日本人の女性がいたってなったら、もう何でもおごってくれるよ。なんやて行くしかあらんな。あらんよ。あらんあらん。俺、ビールとカップヌードルと卵。ほう。おごってもらったもんね。マジか。ビール2缶ぐらいおごってくれたのか。そう、ビール2缶。まあ、俺らはね、まあ、困ったっていうのもあるんだけど。そう、めちゃくちゃ困ってた、うんうん。めちゃくちゃ困ってたっていうのもあるんだけど、
そのベトナム人パパの親戚が、だから兄弟が日本人の女性と結婚したみたいで、なんじゃって、いやめっちゃありがとうみたいな、日本人も兄弟だからみたいな感じでね、うん、めちゃくちゃいい人、そういう人多いよね、なんか、まあ日本人に限ってね、うん、多いよね、多いよね、本当ありがたい、ありがたいね、最高っす、最高っす、塚田さん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんみ、ぬすすんよいっちさん、ラジオで元気な顔が見れると安心しますね。しんどい投稿の後、割と心配になるので。優しい。優しい、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。国境越えのやつ。国境越え、そう。まあ、大変じゃ大変だった。まあ、あれ、うち一人で行くから、ちょっと恐怖を感じてるからね。ああ、まあ確かに、ムキムキ、ストレス、ストレスっていうか、うん、そうだね。まあ、まあ、ええね。まあ、大丈夫だよ。そう、大丈夫、大丈夫、大丈夫。楽しもう。塚田さん。アリのせんべいの話してください。アリだよね。アリ。アリのせんべい、まあ。アリのせんべいではないんですけど、あれだよね。多分グッさんの投稿で、うんうん、あ、そうそう、あのアリ、アリの、あいツイッター投稿、あちゃあちゃあ投稿じゃない、ツイッターの投稿で多分そのアリのなんか調味料をこうなんかこう床のせんべいにつける。そう、床のせんべい。ね、床っていうそのまあ、言うたらタピオカの原料の芋があって、うん、それをなんかね、なんか赤ちゃんがさ食べるさ白いせんべいあるやん。あ、分かる？あるね。赤ちゃんが一番最初に食べるお菓子、この世で、ハムハムしながら、ハムハムしながらこんなこう、まあだいたいこんなこうハッピーターンみたいな形のやつ、 あんな感じの食感のせんべいがなんかこう主食なんよね、こっちの人。そうだね。でそれになんか調味料をかけるんや、かけたりとかそのして食べるんやけど、その調味料をなんか普通に知らんまま食べてたけど、なんかよくよく聞いたらアリめっちゃ入ってるらしくて、そうですね。そう、これだよね。あり。そりゃね、そう。くら。ちょっとね、上にね、こうなんか結構なんかデカめの丸いやつあると思う、ね。これあり。あり。胴体。あり。頭。ケツ、ね。うん、ちょ、とにかくなんかそのうちらが思ってるありよりだいぶでかい。めちゃくちゃでかい。だいぶでかい。うん、これをね、なんか現地の人はもうバジャバジャってかけて食べるよね、ご飯に。うん、そう。アリですね。あ、アリご飯ですね。アリのこれソースなんですよ。アリをご飯、アリのソースをご飯にかけて混ぜてく。うん。結構カルチャーもね。びっくりやったね。そう。おもろい。面白い。めちゃくちゃ面白い。でまあね、みんなをめちゃくちゃかけるもんね。めちゃくちゃかける。うん。何にでもかけるしね。うん。なんか醤油みたいなもんや言ってたよね。そう、醤油みたいなもんって言ってた。うん。でそれはしかもベネズエラ全体じゃなくて、うん、この地域の伝統の、うん、サルサ、ソース、うん、ペモン族って言うんですけど、ここ、うんうん、ペモン族のソースですね、うん、で、その、キャッサバせんべいもペモン族でね、うんうんうん、あんな見たことないよね、あんな見たことない、うん、トウモロコシのイメージだもんね、うん、見たことないものが多いね、うん、ベネズエラの、まあこのペモン族とかが住んでるこのエリア、うん、おもろい、うん、面白い、ヒデキングさん、2000円ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お、今日は3人ライブ。まずはビールで乾杯してからでしょう。買ってきようか。でもグッさん酒めっちゃ弱いんですよ。酒弱いからね。グッさん飲まなくてもいいですよ。だって1巻で結構酔っちゃうんですよね、グッさん。へ。僕買ってきましょうか、じゃあ。じゃあ僕買ってきましょうか。いや、僕買ってきましょう。僕、お腹空いてるし。あ、じゃあ買ってきてください。朝ごはんがてら。うん、どうする？お疲れ、ビール。あ、いいよ。別に1巻ぐらいなら。1巻ぐらい。まあ。うちもライトならいいよ。あ、俺もライトで。ライトならね。じゃあ、俺もライトで。うん。オッケーっす。ライトなら。ライトかわいいから。ライトかわいいから、ね。あ、オッケーっす。あれ見せたいし。オッケーっす。狭いでしょって。うん。買ってきます。うん、じゃあ、いい、じゃあ、いきます。じゃあ、2000円使って買ってきます。はい。ありがとうございます。ヒデキングさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで続けていきましょう、はい、佐藤さん、あ、でしょ、そう、うちのね、フォロワーさんなの。ちゃうわ、グッサン系で見に来たけど、お二人見たら前にマジックマッシュの村の動画見た、はいはいはい、あー、メキシコのね、はいはい、オアハカのサンホセデルパシフィコです ね、はいはい、ね、メキシコはね、でも俺らそのオアハカとサンクリストバルしかほぼ知らないけど、グッサンはね、何回行ったんだっけ、メキシコ。3回。どこ好き？オアハカ。オアハカ。結局オアハカなんだ。そう。
ね、これもお墓だからね。そう。やっぱお墓楽しいんだね。お墓もうだから結構ね、うちら民族好きやん。うん、そうだね。だから言ったらお墓もやっぱ民族の村で結構そういうね、マジマジルームとかもあれば、やっぱその民芸品がやっぱ村ごとに全然違うかったりとか。うん、確かに。だからちょっとね、いやもうちょっと沼やね、沼。沼。メキシコはね。沼。メキシコ楽しいからね。クソ楽しい。人間もいいよね。うん、人間もいいね。人間もね。オトリンさん、オトリン、ネリンちゃん、ネリンちゃん、なるほどね、うん、ネリンちゃんね、ネリーだった、ネリー、ネリーちゃん、あ、名前書いてくれてる、名前書いてくれてるわ、おはようございます、楽しい動画を見させていただきありがとうございます、あ、こちらこそありがとうございます、ご視聴、私の名前はネリーです、女性一人旅みたい憧れです、おお、なるほどね、もしかしたらあれからにどっかの日系の方でかな、うん、ネリーって名前があって。でこの漢字を当ててもらったのかな。すごい綺麗な感じにやってもらってるね。すごいいい友達だ ね。この漢字を当ててくれたの。うん、ネリーでね、うん。ふざけたやつだったらね、ふざけた漢字当てるからね。寝るとかね。ね。なるよね、やっぱり。寝る。寝る鈴とか。寝る鈴とかね。うん、まあ、それはそれでいいけどね。うん、それはそれでいいけどね。綺麗なネリーですね。すごい綺麗な感じ。楽しいですよ、ぜひ。興味あるんだったら、ね、やってみてください。森田さん、美女子さんへ。南米10ヶ月での南米男性の美女子氏、あ、南米男性のナンパ方法を教えてください。なお、あれば美女子さんがおいいな的なアプローチテクニックを伝授しましょうよ。ああ、知りたい。僕も知りたいですね、それは。ナンパ、まあ、ナンパというか、まあ、そのなんか、あ、こいつ。ワッツアップ聞きに来たみたいな、それであみたいな。いやー、パッと出てこへんのよね。結構やっぱり私も、うん、そのナンパとか来てもあっははとか言って、うん、流しちゃうタイプなんですよね。ああ、なるほどね。うん、だから真剣に聞かないし、うんうん、でもやっぱりそのこっちの人はやっぱ明るく来るから、うん、まあなんかここなんやろ、こうなんかしんなんかなんかワッツアップ教えてよとかじゃなくて、うーみたいな、じゃあ、え、ハポレーそうみたいな、ワッツアップちょっと壊してよぐらい、ちょっと軽い感じで、あ、なるほど、ね、来るよね、みんな。うん、で、なんかまあ、あとはやっぱあれやな、もうよく南米の、南米のとさ、自撮り好きやん。うん、自撮り好き。自撮り好きやから、その写真を送るから、ワッツアップ教えて、それはめちゃくちゃ多い。あー、なるほどね。うん、それはめちゃくちゃ多い。で、しかもめちゃくちゃ、なんか私のこととかも撮ってくれる、なんか。うん。でも、俺の携帯で撮って。撮るからみたいな、うんうんうん、これいいやつやからみたいな、なるほど、うん、まあだからその外国人の女性をナンパするテクニックにはなんかもね、そうね、参考にする上でね、うん、やっぱちょっとね、日本のナンパとかってなんかお姉さん来るっすね、来ますかみたいな、ほんまに思てんのかみたいなぐらいのテンションで来んのよ、あー、なるほどね、うん、あ、もっともうテンションぶち上げて、うん、満勤でガーンって行った方ががなんかまあ面白い、まあこっちもまあ文化が違うから面白いと思うのかもしれへんけど、うん、なるほどね、なんかやっぱこっちの人って女の人褒めちぎるやん、そうだね、褒めちぎる、すごい褒めちぎるのよ、うん、だからまあそれこそなんかもうマイプリンセスとか呼んでくるし、ああなるほどね、ミプリンセスみたいな、誰がお前の姫やねんとか思うけど、やっぱりそれぐらい大げさにやっぱ褒める人が多いから、まあなんか例えばさ、うん、ほんまにこっちでモテた子とかって、うんうん、多分日本帰られへんくなると思う。ああ、もうそのモテはやされすぎて、そう楽しすぎてあると思うよそれ。え、でもそれこそ友達にもいなかったの。南米の方がモテるっていう人はいるんですか。まあまあいるはいる。女性いるはいる。あ、いるんですね。いるいるいるし、やっぱ自己肯定感上がるよねその方が。あ、南米にいる方が。うん、多分ね。本、う、当、ん、褒めるからね。もう本当褒める。なんかだからそれこそなんか。あ、まあ日本でちょっとなんかこう自信ないなと思ってる人も、うん、南米来たらみんなすごいこう褒めてもらえるから、まあ、チヤホヤしてくれるからね。そう、実際そのやっぱりさ、こうあってなってる人よりこうちょっとこうそうやろ美人やろぐらいの人の方が、まあ日本でもモテると思う。だからこっちでこうなんかモテるマインドを持って帰って日本帰ったらそういうのするんじゃない？なるほどね。そうなんかこう褒めてもいやいやみたいな、うんうんうん、南米の人に褒めたらいやいやとか言わんもん絶対。女の子どんな子でもさ、褒めたらさ、グラシアス、ありがとうって俺言うよね、うん、なるほどね、まあ、それめちゃいいなと思うよね。
でも多分彼らは本当に可愛いって思ってるよね。うん、私もそう思う。思って言ってるんだよね。しかもなんか可愛いって言うのを恥ずかしいと思ってない。そうだね。うん。だって可愛いんだから言うの恥ずかしくないよみたいなね。だから俺はまあナンパしたことないけど、日本人はね、ナンパの時にそのね、いやらしいことしたいから声かけてるっていうマインドじゃいけないんでしょうね。うん、まあそうだね。あ、可愛いってもう心の底から思って。うん。マインドハックして自分の。そうね。あの人は俺のめっちゃタイプだってことで、うん、もうベネズエラ人のようにね、ダビドのように本気で恋に落ちればいいんですよね。とにかくまあ毎回毎回、ね、こうちょっと演技欲しくてもやっぱ褒める。褒める。うん。そうだね。いいんじゃない？褒めよう。女性を褒めましょう。うん。フリーゴンジャーさん、2代目タニオロジですか？もやしは好きですか？タビオロジ？タニオロジってまああの僕たちの動画で、うん、ウズベキスタンの動画だけ。うん、僕の大学の女友達と一緒に旅してたんですよ。はいはいはい、ちょっとだけ、本当に。ウズベキスタンだけだけど。はいはいはい。それが谷っていう女子で。わお。そう、二代目谷オロジというか、もう、谷口よ。そうやね。あ、ごめんなさい。あ、全然いい。ダメ？あ、いいよ。あ、ごめんなさい。めっちゃ、まあそう、谷オロジ。谷口なんす。だから、谷オロジです。谷オロジや。ガチ谷オロジ。ガチ谷オロジや。やば、はい。もやしは好きですか？もやし？そう。めっちゃ好き。あ、めっちゃ好き？めっちゃ好き。だからブラジル来たらやっぱ日系人多いからもやし売ってるやん。買って買って。あ、売ってたもやし。うん、ナムルにして食ってた。え、どこに売ってたの？やっぱバイブス高いスーパー。やっぱバイブス高いスーパーね。だよね、俺らバイブス高いスーパー行かんからな。あ、残念。そうだから、そうフリーゴンチャさんは結構もやしについて聞いてくれるんですよ。え、それ好きです。好きです。SFS サージさん、何カ国語話せるのですか？ぐっさんじゃない？うちか。一カ国、いやそれは言い過ぎ、ごめん、うん、まあそうだね、日本語はペラペラで、アメリカは語は英語はでもなんかツアーとか行って、こう解説とか聞くのはまあ大体わかるかなぐらい。ああ、うん、まあ結構わかるかも。結構わかるよ。結構わかると思う。でスペイン語は、あ、でも結構わかるんかな。いや、まあどれもなんかその日本人の一般的なバックパッカーよりはどれも変わってきたで、喋れるよね。あざー。まあそうだね。スペイン語も全く喋られないわけではない。むしろ聞くの方が得意かな、スペイン語は。そうか。でもスペイン語、うん、まあ英語はさ、まあグッサは普通に割と受験とかもねちゃんとしてるからね。まあそういう人はね英語もねできるって人はあるかもしれんけど、スペイン語はどうやって勉強したの？は、回し物みたいになるかな。NHK ラジオスペイン語講座。ね。で、独学。でもそれで、ぐっさんぐらいにやっぱなれるんだってぐらいは喋れる。喋れてる気がする。まあそうね、喋れてるか聞き取れてるよね。まあまあめっちゃ聞き取れてる。なんか旅して聞き取れるようにもっとなったのもあるけど、もうまず来た時からやっぱりスペイン語講座聞いてたから、その自己紹介とか、まあ、その、はじめましてからちょっと始まる会話ぐらいはできてた。うん。ね。いいよね、スペイン語講座、うん、NHK。 や、あの南米来る人やって損はないと思う。マジでただやしだって。ただやしね、うん、なんせなんせ。というわけでありがとうございます。セルベサベネソラーナライト、ベネズエラビールライト。さあ、可愛いんですよね。ほら可愛いんですよ、ね、そう、柄がねめちゃくちゃこんなポップな、なかなか見ないよね、うん、ジュースみたいなね。ね、こんな柄にしたら子供飲みたくなるでしょ。いや、ほんまにそうそう。確かに。まあ、ラムネみたいなの。飲んでるだろうな、こっちの子は。まあ、飲んでるだろう、うん。まあ、海。海ですね。すごいかわいい。この町は全然海じゃないんですけど。全然海じゃないけど、かわいい。あ、いい写真撮れるよ。355ml。いくらぐらいするんですか？これ3缶で10レアル。なので、2ドル。2ドルです。3つで2ドル。はい。まあ安いよね。まあ、3つで2ドル。ブラジルより安いんじゃない？ビール。うん。うん。場所と種類によるけど。確かに。じゃあ、サルー。いただきます。サルー。結局飲む。いただきます。結局飲む。8時間コースや。まずいまずい。あ、うまい、うまいわ。うまっ。と、僕はエンパナーダ。
まあエンパナーダですよ、ベネズエラといえばね、うん、はい、トウモロコシの生地のエンパナーダ、これはあのメチャーダです、カルネメチャーダ、牛肉ですね、いただきます。うん、大阪、cerca. 大阪はレホス、レホスで東京、sí. オチョーラ、ま、オチョーラ、オチョーラでカロ、カロ、東京から来たかって言われてます。で東京ですか、カピタルね、カピタル、マスグランデシーダーで、大阪です、セグンドグランデ、東京は、東京は一番だけど、大阪は二番目にでかい町だよ、大阪って言うんだ、あ、聞いたことあるよ、そんな感じです、大阪 NHK ラジオスペイン語講座さ、これぐらいにはなります、まあこれぐらい聞き取れる、うん、結構その、うん、びっくりした、あ、そもそもアミーゴス、そう、アミーゴス、トレスアミーゴ、トレスアミーゴ、兄弟か、いや違う、友達だよ、3人の友達、そうだよだってそれこそグッサンさ、うん、3回メキシコ行っててさ、1回目2回目はスペイン語ほとんどわからんかった、どう楽しさ、5億倍、5億倍か、5億倍はやっていた方がいいんじゃないか、いやでも、ほんまにそう思う、なんか、まあな、全然違う、うん、やっぱそのスペイン語喋れた時の向こうの反応がね、そうね、顔に出るしね、パッて、ラテンだからこそね、うん、おしゃべりが民族だからこそ、ね、やっぱ喋れると本当に5億倍楽しい、露骨に喜んでくれる、うん、確かに、しかもスペイン語やってたらやっぱラテンの国かなりいけるからね、そう、うん、お得だよね、スペイン語ね。お得、かなりいける。コスパエグいよ、そう。一つの言語でこんなにいろいろ回れちゃうんだもん。そう、うん。で、ラテンアメリカってね、なんかこう、ラティーノっていうと一言だけど、でもラティーノの中にもすごいいっぱい民族いるし、なんかスペイン語だけでも全然違う文化が見れるんですよね。うん、それこそね、ケチュアもそうだし、そうね、トチル・テルタル、まあ、俺らのサンクリもそうだし、うん、で、ここのペモン族もそうだし、うん、民族それってね、全く違う文化だからね、ほんまに固有の、うん、それも全部スペイン語一つでそういけちゃうわけですから、明るくないからね、意外と ね、 そ う、 ねそういう民族の人たち、まあそうね、うん、そう、日本人似てるよね、ちょっとシャイというか、ね、はちゃめちゃに明るい人たちっていうわけじゃないから、内向的な感じでね、楽しいんだよね、深いんだよね、うん、南米は、はい、うん、どもどもさん、あ、これ小さいな、あのチンコの話やろ、あ、チンコの話、うん、チンコ、チンコの話、あ、別の話、チンコの話やろ、タイニーやな言うて、言ってへんな、タイニーやなって言えばよかったよね、ミパパマスグランディーって言われた、でもあれベトナムやから、あ、そうそうそう、タイニーやな言うて、確かにね、それ言われたら嫌、やっぱ嫌な、嫌でしょ、じゃあこれから言っていくね、ミパパマスグランディーが一番嫌かもね、わかったわかった、俺の父さんの方がでかい、ね、でかいね、そう、だからとにかく父出していく、父ね、父親ね、お父さん、ややこしいな、なんかチンコ見せられてチンコしてパドレ出してくる、パドレ1973康二さん3200円、ありがとうございます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 、ビールいただいてます、酒での足しにしていただいてます、素晴らしいね、すごい応援されてね、あんた愛されたもんね、ほんまよ、ほんまに、拙者の将来明るいな言ってくれてますありがとうございます、ありがとうございます、いいね、いいやんこのイラスト、ほんまそう、あの将来明るいなって思いながら生きていこう、確かに、1973ってことは50歳かな、うん、知らんけどありがとうございます、ありがとうございます、本当にありがとうございます、バベルさん、わはは、あ、だからチンチンの話、チンチンの話、やっぱチンチンの話受けるよね、うん、そう思う、うちもそうです、はしごを登りながらのスタイル、チンチンの話やね、これやっぱチンチンの話を受けるから、噛みちぎったれ、あ、チンチンの話やね、チンチン噛むのちょっとほんまもう口の中汚染されるからペンチ的なこうあれ持っていくわ、ニッパーみたいな、タイニーやから、タイニーやからニッパーいける、タイニーやからね、あ、シュウイチさん500円、ありがとうございます、ありがとうございます、本当に関西の人がゲストなんですね、僕は奈良出身なので親近感、目ひんむいたバリ家近いと思う、この人はバリ家近いと思います、奈良寄りなんだね、ゴリ奈良寄りです、奈良寄りの大阪、東京、乾杯、乾杯、乾杯で、ありがとうございます、
ウェア君、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に慎太郎さん、蓬莱軒晩は今日蓬莱軒のうなぎ食べてきました。うまかった。知ってるの蓬莱軒さん。うち分からん、あの551の蓬莱しか知らんねん。あ、違う、うん、肉まん。そう、うなぎ屋さん、あの、うん、ひつまぶし屋さんですね、名古屋。うわ、食いてぇ。めちゃくちゃうまい。食いてぇ。食いてぇよ。ひつまぶし好きよ、私。あ、そうだ。うん、好き好き。ほうれい軒が一番有名。あ、そうなんだ。でも俺は食べたことないかもしれない。え、ほうれい軒ではね。あ、そういうことね。でもほうれい軒で、ほうれい軒で食べるっていうのは一つの、まあ、ステータスじゃないけど、ステータスっていうかもう、いい店なんだ。もう超有名。もうみんな知ってるみたいな感じ。なるほどね。蓬莱軒。じゃあ、名古屋行ったら食べるしかないな、これ。そう、熱田神宮の近くですね。いい情報を教えてもらいました。司さん、ベネズエラどのくらい滞在予定ですか？まあ、未定は未定なんですよね。その確定はしてないんですけど、3週間ぐらいですかね。お金がね、そんな、そう。ないか、もうお金次第ってとこなんだよね、きっとね。そう。1000ドル換金して、でうち100ドルも使っちゃったんですよね、ツアー代で、うんうん、だってあと900ドル、まあ、900ドルでもないから、だから850ドルぐらいかな、うん、しかないんで、まあそれが尽きるまでですね。それが尽きるまでにコロンビアに抜けなきゃいけないんですけど、うん、抜け切らなきゃいけない、抜け切ったらいかん、だからまあどっちにしろドルだから余ってもいいんで、うん、そうですね、それがなくなりそうになるぐらいまでって感じですね。財布見ながらですね。はい。そうですね。って感じです。ポヨさん、ぐっちゃんは薬草好きですか？まあ興味すごいありますね。うん、まあ、それこそアマゾンのツアーで、うん、こうなんか現地の人がこう、これは胃腸に効く樹液だよとか、なんか妊婦のなんか帝王切開の後に使う薬とかなんかいろいろ感動したね。そう、なんかね現地の人が教えてくれるんやけど。すごいやっぱ面白いなと思って、蜂に刺された子がいたよツアーで、うん、もうすぐなんかそこら辺のなんかこうバーガサガサ入って葉っぱ取ってきて、これを塗りなさいみたいな。すごいね、蜂で、蜂、そう、すごい、結構ね怖いけどね、うん、いや、そうでもね全然その後何もなかったしね、こうギュって毒出してこうその塗ってみたいな、うん、そういう知識がねやっぱすごい。あ、それツアーで、ツアーで、ツアー良かったよ、行くべきやね。いやあれね2人行ったらね相当面白かったと思う。あ、そう、うん、それはどこ、マナウス？いや、それはね、もうほんま、あれはペルー側なんかな、ちょっと、やっぱ、レティシア、コロンビア、ペルー、ペルー、ブラジルの国境のジャングルで、行った。だからその、まあ、ツアー参加したのはコロンビア側やけど、多分川とかこう、まあ、あの辺ぐちゃぐちゃやから、多分ペルー側、でももう、もう言うて、じゃアマゾン、アマゾン。マレティシアのツアー会社。そう、でもやっぱりあの辺がマナウスとかよりもジャングル強い、まあ、うん、そうやね、先住民味が強いから。あ、なるほどね。もう結構ね奥地も奥地だもんね、レティシアは。まあそうやね、奥地も奥地、すごい僻地で良かったです。僻地はデザートムーブメントさん、ヒッピーっぽい大塚さんに興味を惹かれ動画を見始めたのですが、見てみたら津田さんにハマってしまいました。特に恥ずかしそうに言う馬おろし、披露しちゃってくださいよ。ありがとうございます。恥ずかしそうに言ってください、うん、うん、馬おろし全然恥ずかしそうじゃないやん。全然恥ずかしそう恥ずかしそうに言うのが恥ずかしかったもん今。あ、そうだ、言われてたら言うから。ありがとうございます。いいね、大ファンやねこの人、ね、うん、いいね、ヒッピーしてます。ありがとうございます。 J ボーイさん、こんばんは。こんばんは。ポンピンタンさん、グッチャンヌンテンスの YouTube チャンネル、そんなある、本人ですか？そんなある、自分でそんなあるって言ってます。初耳。え、なになに、え、なんか載せてたうち、え、それがコロちゃん、旅オロジが乗っ取られたんじゃないか。これグッチャンヌンティウスライブになってるんじゃない。そういうこと。あ、彼からしたらこれがね、これがね、関西人、関西のね、これがあれやからね。これがあれやから、ね、これがあれやからね。岡田監督やん、もう。そう、それでもファッションで会話やん。あれしていこう、ファッションで会話しよう。あきらさん、トレッキングは基本日帰りですか、泊まりがけもあり？あぐさん、ね、私バチバチ泊まってます。それガチトレッキングだから、ね、そうだね、まあクライミング的な要素もあるぐらいだもんね。いやー、そうね、いや、まあこないだ
つい最近のトレッキングじゃないね、登山やね。ああ登山はもう雪山登山で5775メートルかな。まあとにかく結構いいトレッキングをね、アンデスでさせてもらいましたけど、登山やね。僕らの動画のペルー第3か4ぐらいの動画の、あの僕らがパロン湾っていうところ行ったと思うんですけど、それでうわーこの周りのこの山高えみたいな、うん、うわーここら辺だって全部6000とか5000とかもうそんなや山脈やみたいな、えぐー誰が登んねーのうちの一つに登ってるから、しんどかったですね、うん、マジでしんどい、はしんどい、すごい、ね、バリしんどい、すごい、うん、バリしんどい。それ何日かけて？それ4日かな、うん、でも長いのやったらやっぱり1週間以上ネパールとかね、まあ1週間以上行ったりとか。あ、ネパールでも、はいはい、ヒマラヤ、ネパールなんかもう全然一人で、もうガイドもポタもなし、友達もなし、一人で。マジ一人で？はいはい、はいはい、な何泊、え、それ何泊か。まあ8日か9日。え？え、標高いくつ？え、標高は低いよ、でも4500とか低い。え、8日9日ずっと一人？あ、でもなんか現地のおっちゃんとか喋るよ。ああ、そうか。途中で村はあるね。村ある、村ある。そうそう、あの、まあ言ったら、ネパールの村。村。でもまあ、別に一人というか。なるほどね。よし、一人でも行けるよ。まあじゃあ、俺らも行けるな。あ、全然行ける。もうめっちゃ楽しいから。うん。それはバンズ？バンズ、全部バンズで行って。全部バンズ！それなんだよね。バンズです。足元エグいんだよね。筋肉マッスル。筋肉マッスル。バンズトレッカーです。雪山はね、ちょっとあの、だけど。まあまあまあ。バンズ無理やけど。でも雪にて、雪山に差し掛かる手前までバンズだもんね。バンズ、バンズ、バンズ。ペルーも。バンズ。バンズすごいよ。バンズ信者です。うん、はい。信者の域超えてるよね、もう。バンズさん、靴ください。そこら辺のね、スケーターよりね、バンズ愛してる。だから、バンズのだってポテンシャル超えてるもん。CM でよか？CM でよか？確かに。なんかこう雪山登ってて、バンズも、バンズで登れるみたいな。バンズ的にもそれで押してないからね、多分ね。まあそうね。パタゴニアとかも全然バンズで行ってるからね。そうか。すごいな、すごい。最高。竹吉、大城さん、バモス！バモス！バムロス！プロテインさん、マッチョ。サニーで話してると、地上波感が満載。あ、地上波感？テレビ感。え、出してくれる？出してくれる？こんなん出していけす？いける？チンコの話してよ。うん、チンコ見せられた話してよ。いける？チンチンで。どうもどうもさん、旦那さんの名字がヌンティウスなの。そういうことにしても。なるほどね。アラサー独身でーす。じゃないとこんなんできへんやろ、あんた。確かに。ヌンティウスなら許してくれそうだけどね。まあそうね。確かにね。どこの人だろうな。いいね。おとぼけどんさん、こんばんは。ぐっちゃんぬんてぃすさんの喋りが面白すぎ。ね。大阪人として面白いと言われることは最高の誇りですね。本当に。行ってこう、みんな。ありがとうございます。はい。ぽよさん、ぐっちゃん、前田亜美に似てますね。誰、前田亜美？誰、前田亜美。ありがとうございます。なんか、ちょっといろんな似てる人、ちょっと増えていくんじゃん、まあ、名前的にね、可愛いんじゃないですか。うん、私もそう思う。亜美。メモします。アミなんで大体可愛いからね。わかる。いいよね。ありがとうございます、本当に。マリネコさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。カシミールさん、500円。ありがとうございます。グッチャン、大阪のバイブス全開で最高っす。クラスに一人はいるゴリゴリの何は女子ですね。自分は北高知？北高知。あ、これね。北高知。これと同居。乾杯。すごいね。多いね。うん、そうね。そこら辺の、ね、うん、同郷やね。これそれこそなんかたまに質問でもあるけど、うん、旅して関西人多いなって感じますか？いや、なんかそれね、結構言われるけど、私はあんまり会ってない。あ、そうなの。結構関東の人が多い。まあ愛知多いと思う。まあまあまあ。愛知多いと思う。あ、そうなの。まあでも関西人だとしても。うん、まさにこんなになんか何はゴリゴリな人はなんか少ないかも。ああ、確かに。まあ、そう、女でっていうのがまあ少ないんか？どうなん？まあ、もちろん女だったらもちろん少ないけど、男でも。そうやな、そうやな。いや、うん、そうやな。大阪の人案外少ないかもね。まあね、確かにその、比率で言ったらね、人口多いのにね。ただ、でも大阪の男の旅人は大体キチが。
それでももうそれそれこそ上ブログとかまあそうか。キチガイやろ。とにかく大阪の一人男は結構キチガイが多いかも。なるほどね。キチガイすぎて出会わんというか。うん、そっかサイドンさ大阪かじゃあね。多分。多分。うん。あジョーさんの。あはいはい。あのカメラマン、はいはい、元ブログのカメラマン。あんなについていくのはもうキチガイの関西人だろ。好きやけどね。うん、なありがとうございます。モンボケさん、旅オルジの最初、津田さんに誘われた大塚さんが空港にいたとき、なんかとっても落ち着いてた意味が分かった気がしました。なんで？なんで？あやから恥ずかしそうにやっぱ馬オルジ言うから。あ恥ずかしそうに馬オルジ言うから。なんかとっても落ち着いてた。どっちが落ち着いてただろう？津田が落ち着いてただろう？津田の落ち着きに誘われて落ち着いたみたいな。違う？あんま落ち着いてなかったけど、二人ともね。なんか初めての自分にカメラ向いて喋ってるからなんかふわ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 してたけど、緊張して、まあ、あの時俺は YouTuber じゃなかったから、はあはあ、緊張というか隣でやってんなーって、うん、自分やのに自分のことじゃないような感じの、え自分のことじゃなかったからね、そうかそうそう、俺その時別に旅オルジじゃなかったから、あそういうことそうか、 YouTuber やらんって言ってたから、そうかそうそうそう、一番最初の動画ね、一番最初、うん、一番最初ムイグラティスさん、おムイグラティスさんがいるんですよ。ね、ベネズエラの世界一雷が多い場所と言われている、マラカイボコに行く予定はありますか？世界の雷好きが集まってくるスポットらしいので気になっています。はいはいはい、どうですかと。時期がちゃうらしいですね。10月ですね。あ、そうなんだ。はい、10月がベストシーズンです。あ、そうなんだ。なので時期が違うのと、2人はまあ行くかもしれないけど、私は行かないです。あ、そうですね。はい。なぜなら、治安が悪いからです。コロンビア側はね、そう。あっちに行けば行くほど大変っていう。っていう聞くから、ちょっとね。女子怖い、私怖いから行かない、嘘つけって感じだから全部あのベネズエラ旅は全部一緒にするわけじゃないですよね、僕たちさんに途中までです、途中まで一緒に行動しますけど、まあ、できるだけ引っ張っていこうと思います。そうですね、イエーイイエーイ、マラカイボはいけないと、安全じゃない安全じゃないって言ってね、そうだね、錯覚させて、ね、気づいたらもうコロンビアおるみたいな、えらいこっちゃ、ね、カラカスまでは来る、まあ行こうかじゃあやった、それ、まあ、野球グッズとか見たいし ね、うん、確かね、大使館の情報、ホームページの情報によるとね、うん、カラカスはねもう最悪レベルじゃない、危険度が、うん、そのコロンビアの方はまだ最悪、そうそうそう、超最悪、うん、カラカスも最悪ではない、そうなんよ、そう言われるとへーって感じ、うん、です、ありがとうございます、ありがとうございます、あサンドリエレ、あホステルのね、エストコンサウダーです。オブリガード。オブリガード。あの、ボアビスタの宿で。宿のスタッフさんの彼女。あ、彼女ちゃん。彼女ちゃん。オブリガード。オブリガード。ちゃんまこさん、1600円。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。3人の旅動画を楽しみにしています。ビールどうぞ。アット、大阪府茨城市、在住おろし。すごい、茨城ね、ちょっと。来たよね、あのね、治安いい大阪。あ、そうなんだ。大阪の治安いいところ。ベネズエラみたいに。確かに。まず日本の中でその町の特徴と治安いいとかあんま言わないから、ね。治安がいいと。まあ、大阪は結構ね、あの南北の差が激しいから。あ、京都寄りだよね。まあそうね、すごい治安がいい場所。まあ、多分すごいいい人。ありがとうございます。いただきます。いただきます、ビール。ほら。スクティさん。真ん中の女子可愛すぎ。ぶち上がり。ぶち上がり。ありがとうございます、本当に。両脇の男子、年下だけど、生き方羨ましいぞ。ありがとうございます。ありがとう。こんな美女真ん中に挟んで。ありがとうね。グラシアス。グラシアス。ポヨさん、銃声聞いた国教えてください。あ、コロンビア。あ、コロンビア、どうやって聞きました？カリ。あ、カリ。カリ。でも危ないって言うもんね。そうね、まあでも一番危ないらしい。その狩りは銃声聞いたけど、その自分が狙われたとかもそんなでは全くなくて、それだったらやばすぎる。まあ、それだったらやばい。夜に聞いた。うん。という感じかな。まあ見たって感じかな。でもまあ見ても出てないで、ね、血とか出てないというか、それもそんなも分からへんね。分からへんけど、なんか強盗みたいなね。そう、強盗みたいなのがあって、バンみたいなのあったけど、でも多分ね死んでないと思うよ。うん、あの次の日見に行ったらなんか普通やったから、うん、その場所がね、うん、その、うん、だから多分大丈夫、でも
銃はやっぱりね、やっぱ合法の国とかもやっぱあるしね。まあそうだね。ブラジルは聞いてない。じゃブラジル聞いてないな。聞いてない。むしろ一番私が今まで聞きそうやった、聞いてないけどね、聞きそうやったのは完全にエクアドルか。あエクアドル、グアヤキル。あ、グアヤキルね。かなカサベ。カサベ？でかっ！でかっ！でかっ！カサベ、でかっ！カサベ、でかっ！あれ、あの、うわ、さっきあの、グッサンのツイートのやつ。赤ちゃんの食べる、一番でかっ！カサベ。カサベ。でラコムニダインディエナ、サンフランシスコでユルワニ。あ、そうです、サンフランシスコ。ジョフィア、ジョフィアじゃ。ウィモスアじゃ。エテカサベでありムイグラ。でかっ！エウナトータンテーラ、プロラピカンポラミタパエンボルサル。¿Tú haces eso? No, en San Francisco. Lo ah, en San Francisco. Ah, San Francisco. Ah, ahora la cantó. Es grande, solo que la pican por la mitad para meterlo en la bolsa. Ah, pero es así, redondo. ¿Ustedes no vieron los calderos donde lo hacen? Ya, comí, ya comimos, sí. Sí, con tuma. Con tuma, sí, sí, sí. Es rico, ¿no? Es rico. Sí, tuma es rico. Ya sabes.Los indígenas solo comen cosas así. ¿Cuál es tu sabiendo? Indi, 先住民の人は con tuma. あれ、tuma ばっか食ってんだ。あればっか食ってる。だから日本人の米だよね。あればね。あればね。あろす。Mucho arroz. Arroz, arroz. Todo día. Sí. あれが、あれが、キャッサバ、キャッサバで作られた、あのキャッサバせんべいみたいな、床せんべいですね。あれをそう、トゥマっていう現地のスープみたいなのに染み込ませて食べるんですよ。染み込ませて、まあ、つけて食べる、うん。なんか急に見せてくれた、ね。急に見せてくれた。ね、いや本当にフレンドリーだ、ね。サービス精神旺盛だから、旺盛だから、ね。あのお母さん。たまにいるよね。あの結構表情変わんないけどめちゃめちゃフレンドリーいる。めっちゃ笑うわけないけどめっちゃ分かる分かる。表情変わんないのにめちゃめちゃフレンドリーだなって人いるんだよね。真顔でフレンドリー。そう真顔で超フレンドリー。そのタイプでね。分かる分かる分かる。めっちゃ分かる。森岡大将森岡さんいつも故郷からオンゴスしてます。オンゴスしてます。オンゴスね。オンゴスね。オンゴス。何音を使って話ですけど、うん、まあ、ね、確かに控えめに、うん、まあ控えめに。グラシアス。ミカエル社さん、次に行く国はどこっしょ？どこっしょ？おいおいワイか？おいワイ。国やんね。まあそれで言ったらブラジル、あちゃ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 、あれやわ。ガイアナじゃん。ガイアナ。一旦ブラジル帰ってね。ガイアナ。そうね。そうそう。まあガイアナ、そうね。ガイアナ。でグッさんはギアナ三国三つ行ったらもう。まあ、中南米制覇か。あ、そっか。そういうまあ、カリブ以外で。まあ、カリブ以外、うん、そうかもしれん。うん。そうかもしれんとか、そうだわ。すごいな。大陸は制覇。だわ。おー。だわ。だから制覇しに行っちゃう。ってことだよね。うん。せっかくね、来たんやからね。しかも、なんか面白そうやしね。言語も違うとかさ。文化がやっぱりさ、全然違う。違う。いや、面白いっすよ。まあ、植民地の感じがね、うん、やっぱりこう、違う国に支配されてたっていうのも面白いし。うん、まあ、行ってみようか、言うて。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい言うてね。気をつけて。僕たちはまあコロンビアに抜ける予定ですね。そうですね。スクティさん、お二人の将来への不安。うん、でその次あえて言うな。あえて言うなら何ですか。お二人。お二人。僕と津田、うん。なさそう。不安。まあ、ないといえばないというか、まあ、考えてない。考えてない。うん、考えてないが正しいかな。今を一生懸命生きてるから今を一生懸命生きてるから。まあまあまあ、まあ、そのまま言った。かっこよく言うとね。いっぱいいっぱいだから。いっぱいいっぱいだからね。まあでも、どうだろうね。まあ僕は、なんか言語学びたいなと思ってますね。なんか一個ガチっていうものはないなって自分で思ってます、うん、何かができるっていうことがね、その別に大学でがっつり理系で何かを学んだとかいうわけでもなく、海外旅行いっぱいしてるけど何かこれができるっていうものがねあるのかっていうのは思うけど、
そういう不安って気持ちが意味がないってことを学んでるから旅で、うん、不安に思ってもね、そう、不安に思ってもしゃあない、やるしかないっていうね、やるかやらないかだからね、不安って気持ちが意味ないからね、ちょっとね、バイブスが何べんになりました、うん、そう、バイブスが何べんになったから、不安なんて意味がないこと、できるだけ考えない、まあ、とにかく今を一生懸命やることが一番大事や、そうですね、っていうのは私も思います、はい、30アラサーの独身女もそう思います、26から34までね、どれかの年齢やな、どれかの年齢でも30とか言ったら30代のバレかな。はるみさん、おはようございます。最近ブラジル編の、あ、じゃあこれちょっと途中で切れたな、まあまた後であったら、はい、はるみ週一さん500円、お、もうまたまただよね、パイパイ、あ、もうそう、亀の熊エミコになろうと思います、私二代目の亀の熊エミコになろうと思います、それまマネしてる、一応マネしてる、どっちにしろ関西弁だから、俺は高田純次なのかな、あーエロ親父、高田純次目指すのかな、エロ親父、まあ半分なりそうやもん、でも高田純次イケメンだからね、あ、まあ確かに、亀の熊エミコと民晴れるコテコテ感、そうね、うちもね、喋りね、好きなんです。マジで。あ、助かります。助かります。こっちも助かります。喋る機会をありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。哲也、オラ。オラ。オラ。これ、あった哲也ですわ。ああ、ボリビアの哲也か。沖縄村に住んでる。てっちゃん。2世から。すげえ、オラ、オラ。オラ。まあ、でも日本語喋れるよ。日本語喋れる。なるほどね。押す。おっすおっす。おっす。ソーキそば。てっちゃん元気。村のクリスティアさん。こんばんは。ムチャスフェリスダーデスポルジェガールアラベネスウェラ。あ、スペイン語になった。あ、スペイン語。あ、この人スペイン語？この人スペイン語。もういける。もういける。スペイン語めっちゃ喋れる。天才の人なん、この人。師匠。クリスティーンだからね。師匠。南米、南をね、特に旅した。旅行された方です、うん、師匠だね、ベネズエラとチェコおめでとうみたいな、ね、グラシアス、グラシアス、ハルさん、レーシックは人生で最高の買い物だと思っています、よく言うよね、レーシックした人、これ、うん、そう、うん、うちもね、したんやけどね、その金をね、旅に回すというね、なるほどね、ちょっとな、先行としてなあかんわけ、頑張ります、いや、うちもやります、絶対に、うん、やりましょう、ラタンさん、こんばんは。1981年から一人旅始めて、長くね、129カ国です。すごい。でも、遅いね。遅い、ゆっくりやね、この人。ゆっくりやね、最高ですね。最高やね。40年経ってるけど。いい旅、いい人生送ってますか、うん、いやー。ビール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 。ール、あ、発音完璧やね。ビール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 。シミラルやんね。英語とね。あれあれ、周一さん。わ、また、ありがとうございます。何回も。ICL しましたが。そうね。ICL って。あの、レーシックとね、なんか、ちょっとなんか、2個あんの、ね、なんか、やり方、方向と手術の方がちょっと違うみたいな。まあ、でも目が。よくな、目が良くなる手術で、こっちの方がなんか高かったような気がすんねんな。なんか違うの、うん、なんか違うね。とにかく。網膜を焼くか焼かんか的な。ごめん、ちょっとわからんけど、とにかくどっちかの手術をして。まあ、目をよくするっていうね。マジで目いいの、うらやましい。もう、ね、悪い人からしたら、ほんまにうらやましいよ、2人。ああ、まあそうだね。やっぱでも、レシックしたら、目が変わる。ガン。え、みんなめっちゃ感動するっていう、朝起きたときに、いつもメガネ、メガネから始まるのよ、うちは。メガネどこや、メガネどこや。ない。っていう。それはない。まあまあまあ。これ、スイス。え、あ、ベネズエラのお金だ。ベネズエラのボリバーです。ボリバーです。あ、エスプレミラベースで。ペドベル。あ、グラシアス。5で1。うわ、またいろいろ見せてくれた。あ、シモンボリバール。やっぱシモンボリバール。ボリバール。アイデで20、50、100。ペロ、アヤバ、アヤ。で、ポルトラパヤ。ahora ese de menor valor. Ahora puedo usar eso? Aquí no. Aquí no なんだ。ここでは使えない。ここでは全く使えない。すごいね。ベネズエラのお金なのにここでは使えない。でもこれ1ミリオンだからね。
ワンミリオン。だから100万ベネゼル、ベネゼラの札。確かに。でもこれは普通に10だ。これ、チンコ10だ。5と10だ。うん。じゃあこれめちゃめちゃ高級。昔のやつじゃない。アンテス？デノ、アンテス。ああ。アンテスでデノミナシオン。Ah, es... Antes era como un bolívar, ahora es 1,000,000 de bolívares. 0,000,000. 0,000,000. Así, así es un dólar. Ah, un dólar. 35 bolívares de un dólar. Un dólar. Paulina, en cualquier baño que tú vayas de ahí para allá, te piden así. Billete así. Si tú quieres orinar, va en el autobús. Ajá. Y te paraste en el Callao. Si tú quieres orinar para ir al baño, tienen que pagar un billete. Ah, toilet. 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 Toilet.あ、ベネズエラの？ベネズエラの。独立の英雄？うん。ちょっと面白みはないね、札に。まあ確かに。スペインから独立させた英雄ですね。うん。裏のちなみにボリビアの初代大統領もボリビア、この人らしいですよ。シモン・ボリバル。へー。だからボリビアらしい。なるほどね。ああ、そういうことね。ムインテレサンテパラ。グラシアス。グラシアス、グラシアス。グラシアス、グラシアス。優しい。優しい。Este es para ustedes. Un regalo de... para que se lo lleven para Japón.Es de menor valor, pero es un regalo. Ah, gracias. Ah, gracias. Ah, gracias. Ya está, 100万. 100万 merece. Era un millón de bolívares para Japón. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya está. Eso no es para comprar nada ya, ¿no? No alcanza. No alcanza. Eso es para que usted lo lleve. Solo papel. Solo papel. Gracias. Con cariño. Gracias. Y un viaje ya. Me echa feliz. Feliz.両替する気ないからね。そう。やったー。こういうね、私こういう紙幣集めるの大好きで、各国の紙幣集めてるんですよ。でもこれめっちゃいいね。そう、だから嬉しい。それだって100万なんて単位の札ないよ。ないよ。ない。ミリオン。ミリオン。宝物だね、これ。宝物やね。しかも、なんか宿の人がくれたっていう。ね、もらい方もいいね。うん。ちょっとこれは大事に取っとこう。ありがとうございます。ありがとうございます。ノーヒットさん、ダビドは元気かい？ダビドね、ベネズエラ人のね、うんうんうん、僕らがペグでお世話になったベネズエラ人、めちゃくちゃバイブス高いベネズエラ人、あ、最高やね。ダビド元気ですよ。どうせ元気です。まあでももうパラカスにはいないですね。ああ、どこいるんだろうね。なんかリマとかいたけどね、今はわかんない、うん、いろんなとこにいるんだよね。まあベネズエラ人はいっぱいいますからね、どうにでも、うん、カシミールさん、ぐっちゃんがかぶってるバケットハット、かわいいですね。あ、これ。高かったんちゃいまっか。これマジで900円ぐらいですね。おお。こうやったら、おばちゃんが編んでるところを見てね、うん、買ったんですけど、900円やったら、相当安いでしょ。相当安い。どこで買ったんですか？これね、ボリバル？いや、これプーノだな。あ、プーノ。うん。地下加工のほとりの、まあ、町で購入しました。うん、いいね、はい、ぴったしだな。ぴったしだな。ぴったし。大きさもね、ちょうどいい。村のクリスティアンさん、久々にゲストさん迎えて YouTube ライブって新鮮ですね。そうですね。師匠。そうですね、助かります。めちゃくちゃ久しぶりですね。そうなんや。ありがとうございます。最後にゲスト迎えたの、いつだろうな。覚えてない。覚えてない。覚えてないくらい。久しぶりもらっちゃいました、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。プロテインさん、日本に帰りますか？全員一応帰るってな。まあ帰るかな、うん、まあ別にその帰らずにってわけではないんでね、うん、こっちもチピさん、アンティカグアテマラ住んでたけど普通に日本みたいにメガネ買えますよ、うん、それ知ってんのよ。ただ私残念なことに買いに行ったのがあのクソ祝日年末とか ああいう時期で、ね、1月2日に、うん、あの出なあかんかった、あのあ、グアテマラを。あ、なるほど。で、1月1日にまず空いてるかどうかわからんかって、12月また31とか30とかかな、あの調べて行ったんですよ。コンタクトの駅とかも売ってるようなちょっとバイブス高いメガネ屋さん。なるほどね。行ったけど閉まってて、うん、でここ開くんって聞いても誰も知らんくて、あ、
ちょっともうこれ間に合わんかったらやばい。だからもうむしろ1日でもやっぱメガネないときついから。あ、なるほどね。買ったって感じですね。メルカドはやっぱ開いてんねん。メルカドっていつでも開いてない。すごいね。うん、確かに。そう、メルカドは開いてた。民族の人たちはね、やっぱその違うからね、なんかペースがね。まあそうね、うん、そうなんですよ。だから私もアンティグアやからラッキーと思ってて、うん、確かにね、行ったんですよ。で2日連続で行ったけど空いてない、うん、でまあ言ったら近かったんで朝と夕方行った。だから昼休みとかなんつってなんかあるやん、なんか南米、ね、昼休みとかで結構3時間とか4時間休むからなんかまあちょっとなんかその運が悪かった。まあ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 しょうがないですね。です、なくすタイミングがあるからです、ね、マジでそう。そこからブラジルまでそれで行ったんだよね。結構長いこと行ったよ。すごいな。結構長いこと行きました。マイルドアドベンチャ ー世界一周冒険カップルさん、おぐっちゃんさん、今日も可愛い旅織さん、ずっと会いたい、羨ましいです。まだしばらく南米いますか？どこかで会えたら嬉しいです。さおるけど癖強いとこしかおらんな。大丈夫、ギニア三国大丈夫です。いやでもね、ギアナさん、ね、あ、ごめんなさい、ギアナさん、ちょっとね、ちょっと説明ですけど、もうでも言ってあと1ヶ月ぐらいで帰ります私。うん、あのね、この2人ね、こうまあ新婚さんで世界回っ、世界って言ってもこれでもゆっくり中南米回ってる。へえ、うん、南米に、あ、どこで会ったんですか？ね、ほんまにカリで会った。カリ、この間カリで、この間ギアのカリで、でなんかずっとこう存在は知ってて、そのどっかで会えるかなと思ったらやっと会った。うん、感じで、すごい2人ともね、なんかすごいね、雰囲気がね、そうマイルドアドベンチャーもマイルドなんよ。あめっちゃいい人、そうめっちゃいい人で、うん、これ多分 YouTube やってるからね。あ、こういいですね。いや結局まあこうなんやろ、種類の違う感じの子、やっぱこう夫婦やからね。うん、確かに、うん、すごいのほほんとした感じの。僕らもね、どこかで会えたら、うん、飲みましょう、ね、お願いします。そうよ、いい人よ本当に。バラのクリスティアさん、ベネズエラからの配信めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。これ師匠やね、師匠スペイン語師匠です。ブドウさん、ブダさん、ブダさん、グッドイブニング、グッドイブニング。 N さん、こんばんは。今日本は27時間テレビしてます。あ、そんなんしてんだ。あ、そっか、27時間テレビの方ね。夏か、夏だな、懐かしいね、それも。ブダさん、ボンジア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 。ブラのクリスティアンさん、本当今回の動画のベトナム人パパは神でしたね。いや本当に、いや本当に、本当にそういう人たちにね、助けてもらってばっかです。素晴らしいね、最高でした。一番うまいラーメンだったわ。確かに、いやビールもめちゃくちゃうまかったけど、うん、めちゃくちゃ喉乾いてたもんな、あの時。そうだね、うん、カラッカラだったから、ね、金もなかったしさ、優しい、ね、金がなかったからね、優しい人に会うと心がね、うん、あったかくなるね。はい、ポヨさん、一番イケメンが多いと思った国教えてください。私かな、これですね、ですね、はい、これ結構ね、私2カ国があるか。おー、気になる。まあ、1つ目はコロンビア。あー、やっぱり、うん、一緒やん俺らと。あー、美女、あー、じゃあ美女、ね、男女、そうそうそう、やっぱコロンビア多いんだね、やっぱ男女バイブス高いんだな。いや多いね、多いよ、コロンビアとアルゼンチン。あー、アルゼンチン、アルゼンチン、アルゼンチンはアイス屋にいるとのイケメン率が鬼高い。アイス屋、アイス屋やってんの？アイス屋でアイスを入れてくれるの、スクープしてんの？うん、そう、スクープしてる。イケメンがマジで、あのアイス屋マジでイケメンやったから、なんかおあイケメンやの思って、イケメン、グアポグアポ言って動画撮ったもんね。あー、なるほどね、うん、どこのアイス屋？ね、2箇所あって、まあまあ、ブエノスのアイス屋と、あとあの、エルカラファテ。エルカラファテ。カラファテ、あ、全然違う場所、うん。うん。のアイス屋。なんかちょっとこう、ちょっとね、悪い感じだよね。ちょっとタトゥーとかちょっと入っちゃってる感じ、ね。ああ、アイス屋だけど。アイス屋だけど。ヨーロピアンな顔じゃないの、結構ね。白人？まあ、まあ、もう、ド白人じゃないのね。やっぱりこうね、うん、ラティーノ。ラティーノやね、完全に。メスティーソというか。メスティーソやね。うん。って感じ。ド白人もたまにいるからね。そう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 、いる。うん、けどそっちメスティーソ、メスティーソがいいよね、うん、やっぱりね。なるほどね、うん、まあ、コロンビアもそうか、メスティーソ、メスティーソだね。だから似てると思う、ちょっと、まあまあまあ、まあ、まあ、先住民族が薄い系というかね、うん、メスティーソ。結局コロンビアやっぱかっこいいんだね。
だと思いますよ。うん、まあね。だと思います。美女も多いからね。そうやね。うちな、コロンビアのな、美女、マスキやねん。うち、正直男子より女子の方が見てるけど、まあ、ぶっちゃけね、うんまあ。コロンビアの女子、かわいい。かわいいし、なんかちょっとこう、なんやろ、綺麗だけじゃないのよ。わかる。わかる？かわいいのよね。うん、綺麗とかわいいがこう合体してる、うん。女子から見てもかわいいんだよ、ね。いや、当たり前やん。まあまあ、そっか、うん。で、しかもね、その、服装とかが、結構そう、ちょっとボーイッシュな感じで結構着てるよね。ああ、まあ、そうかな。上はピチッとしてんねんけど、下はこうダボとしたズボンとか。ああ、まあ、おしゃれだよね、うん。スタイルがある、すごい。まあ、そういう感じで、こうね、こう、スケセクシーすぎない服をね、着てるあたりも私は押せるポイントかな。ああ、そう、ね。いや、セクシーすぎる服着てるけどね、でも。いやいや、着てんねんね。上とかは出してんねん。でも、うんうん、そういう時下隠したりもしてんのよ、結構。ああ、なるほどね。うん、もう、その時俺、おっぱいしか見てないからさ。こういうね。こういうのああそうね。ズボンのこと聞かれ言ってたけど、うん、俺ズボンのこと何にも浮かばんかったわ。こいつらはまじ変態やけど、まあこっちはちゃんと、まあ、みんな見るから。うん、からこっちはちゃんとこうなんかトータル評価してるからね。なるほどね。だから父ない人の気持ちも考えて生きてるから。こっちだからまあそう全体ね見てやっぱり。ある父に食いついていくから俺。ちょっとこっちはなんかもうマジでかなもうちょっと父にしか死しか見たいのあかんよ。ちょっと足もちゃんと見てあげるから。さすがですね。さすが、うん。視野が広い。当たり前。ちゃんおかさん、こんばおろし。こんばんは。ブラジルのカンボの動画見ました。私はアホみたいに酒が好きで毎日肝臓フル稼働させてる人間なんですが、カンボやっても大丈夫かなって心配になりました。カンボやってその後どんな感じでしたか。酒飲みやったらダメですかね。そしてお三人それぞれのおすすめのデトックスあれば教えてください。なるほど。ブラジルカンボね、僕がやったんですけどね。幹部 やりたいんですかねってことは。幹部やっても大丈夫かなって心配になった。まあ、幹部やっても大丈夫ですよ。それをきれいにするってわけですから。それはみんなやって、もちろんすごい効果ありますし、うん、酒飲んでれば飲んでる人ほど効果ありますけど、まあでも、その分肝臓がね、もしかしたら汚いかもしれないんで、うん、きついかもね。白量が。白量も、うんうん。しんどさももしかしたらきついかもしれない。けど、まあ、でもそういう人こそ多分終わった後にめちゃくちゃスッキリするんじゃないですかね。まあ、効果を実感できる、ね。効果を実感できるんだと思う。実際僕はね、なんかね、なんだろうな、なんかこう、その次の日のすごいなんかスッキリしたみたいな感覚は、ぶっちゃけめちゃくちゃはなかったかな。なんかその、うん、サウナ終わった後のその整ったぐらい、そんぐらいのまあ気持ちよさはまああったけど、なんかこう内から出るそのなんかなんだろうな、うわ綺麗になったなーっていうか、なんかいろいろクリアになったなーみたいな、そういうのはあんまないですかね。わ、うんうん、かりやすく言語化できるものはないかなおって感じ。結構なんかカンボの動画のコメントでね、僕もお酒めっちゃ飲んだ時は二日酔いでゲロゲロに入った時は黄色いの僕も出ますみたいな言ってるんですけどね、それは違うんじゃないですかね、多分ね。そのレベルじゃないと思います、ね。そのレベルじゃないと思いますけどね。あのオロナミン C の原液みたいなのが出るから、ね。うん、そうそうそう。胃液とね、また違うんだよね、多分ね。うん、おすすめのデトックスありますか。まあ僕は漢方しかないけどね。じゃあ僕に関しては、そんな酒が飲めないんで、うん、まあ、飲んで消化する前に全部ゲロ吐けるんですよね。それかな。それはデトックス。酒酔わないこと、うんうん、僕はゲボ吐くことがちょっとトラウマになってるっていうか、めっちゃ苦手なんで、僕も知りたいです。ゲボです。ゲボ吐けないですよ僕。だからカンボも怖かったし。そうか、うん、まあいるよね、吐くの怖い人ね。確かに、うん、苦手な人、うん、でも嫌やねんけどね。嫌やねんけど吐くか知らないねんけど、まあいつかやろうかなと思いますけどって感じですね。大ちゃん、来期は塩素とカイセドの南米コンビでブイブイ言わせるので覚悟しててください。いいね。確かに南米コンビだね。やばいね。その2人だったら結構怖いよね。うん。中盤でもうその2人って。カイセド、エクアドリアンだよね。エクアドリアン。エクアドリアン。カイセド、まあまあ来るんだろうね、多分ね。まあ、まだ決まってないけどね。うん、でも70ミリオンとか言われてるよね、今ね。70、まあもっと上がるのかな。安いけどね。安いね。カイセドにしては。まあ、ライスが100でライスよりはちょっと低いみたいな、そんな感じなのかな。
アルゼンチン、エクアドルコンビ、チェルシーの中盤。いや、そのコンビはやばいね。嫌、うん、やね。嫌やね。うん、まあ、でもまだ若いからね、2人とも。まあ、何歳ぐらい？今季はまだ大丈夫なんじゃないかと思ってる。はいはいはい。これから、まあ、あとはコンビネーションがね、どうか、うん、どうかってところ。まあ、楽しみなチームになったよね、もうほんと一気に。まあ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 、若手。まあ、監督もね、まあ、ポチェンだったし。未来明るいんじゃない？まあね。前よりまあそれ明るいよ。だって金持ってんだもん。まあ明日の方が明るいけどね。まあね。間違いない。ガビゲ。楽しい。大ちゃんごめんね。うん、ごめん。あ、聖子さん。おはようございます。3人ライブいい感じです。ベネズエラ行く人あんまりいないからかなり楽しみです。楽しんで。ありがとうございます、聖子さん。聖子さんはアイリってない。グアテマラのあのアティトランコ。じゃない。あ、え、あのケチュアの感じで暮らしてる人？あ、違う。あ、じゃない人だ。アジャラっていう日本食レストランをサンマルコスっていう。あ、サンマルコス？うん。あの、ヒッピー多い。わかるよ。あ、サンマルコスは行った。行ったトランコ。あ、そうなの、うん、あ、そっか。うち行ってないな、そこは。あ、ごめんなさい。うわ、行きたかったね、これ。おそらくね、たこ焼き屋さんでね、たこ焼き焼いてたよ、ね。あー、それサンマルコス。サンペドロだね。それサンペドロ。あうんまあ、いるからね、日本人ね。ね、さえだもう一つサンペトロちゃうら、花かななんかどっかにあるもんね。焼き鳥屋さんみたいな。焼き鳥屋さんがある。カバさんって。カバさん、カバさん、そうだ。カバ焼き。いっぱいいるね。グアテマラ結構日本人いるよね。いる。うん、いいもんね。でも、聖子さんとグッサン、めちゃくちゃ相性いいと思うけどね。バイブサウバイブスめちゃくちゃ合うと思うよ。グアテマラ帰りますわ、一回。大好きやもん、グアテマラ。グッサンが聖子さんぐらい年になったら、あんな感じになってそうだもん。弟子入りしようか。いやー、まあそうだね。でも、聖子さんは関西人じゃないからね。関西人ではない、うんうん、関西人以外にもやっぱバイブさん人いっぱいいるから。うん、まあまあまあ。本当に。でも関西人って間違われるタイプの方ですね。いいね、まあ。テンションがやばい。高いね、それ。すごい。TK さん、いつも夫婦で楽しく見ています。私は大塚さん推し、嫁は津田さん推しです。ありがとうございます。これに関してね、私ね、言いたいことがある。あるんだ。男は大塚推し、女は津田推しが多い。今まで会った人ね。あ、そうなんですか。なんか自分やっぱこう、やっぱ食べ落ちしてるって、やっぱ南米旅してたら言われること多くて、はい、知ってるところが友達やけどと思いつつ、知ってる知ってるって言って、結構ね、ほんまにそれ多いかも。へ男、大塚、女、津田みたいな。公式なれた、友達ありた。嬉しいですね、でも。うん、ほんまに多い。その感じで、うん、なるほどね。女にでも持ってたかったね。女に持ってたかったな。やっぱおっぱい好きだからさ。うん、残念。こういう感じやから男に疲れるんですよ。男を代弁できてる。うん、そうそう。やっぱ思うよ。ほんまにそれ思う。うん、まあ俺は俺でまあ男にも好かれたいなって気持ちあるけどね。そう言われちゃうとね。まあまあそうね。うん、そういやまあでもいいんじゃない。好かれてあいつ嫌いは言うよりいいやん。まあまあね。みんな好きよ。みんな好きっていう。あみんな好き。ああよかったよかった、うん。ありがとうございます。本当よ。本当です。ありがとうございます。タカログさん、サンティ大好き、サンティ大好きですよね。過去がそれらアデバヨールとセンデロスが削った話か。ああそういうことか。あ、まあね、センデロスって誰だ？アデバヨール。ストークのやつ？カストーク？カストークなんかラムジー削ってるイメージがすごいあんねんけど。うん、とにかくサンティカソルラ、サンティアゴカソルラゴンサレス大好きです。そうなの？あそうなんだ。本名です。サンティアゴ。はいサンティアサンティアゴあサンティアゴのサンティそうなんだあそうなんだ、うん、そうなんだよ、サンティアゴなんだからそうまあでもカソルラね私だから前だから言うたらなアジアヨーロッパはねカソルラユニフォームで旅してたからねそう、うん、であれがボロボロなってまあ違うユニフォーム変わったんですけど今でもやっぱカソルラ大好きでまあそれこそ前の旅はねもうわざわざアーセナル出てるけどちゃんとビジャレアルまで見に行ったしうん、うん、カソルラはね好きよ大好きスペイン人のサッカー選手ですね。スペイン人のサッカー選手。めちゃくちゃうまい。ちっちゃくてね、こう、ガタイは結構ごっつっとしててね、うん、両足使うんだよね。そうなんだね。まあ、人間的にもね、すごいいい人だ ね。明るい。いじられキャラというかね、みんなに好かれる、うん。誰も嫌いな人いないよね。大好きです。大好きです。はい、アデバヨールはカス。あんなやつは人間じゃないです。ブーモさん、大阪隣ですね。あ兵庫あいいね兵庫なんですね、うん、さん兵庫もまあ第二の地元みたいな感じで思ってます、うん、住んでますうんゴリンゴさん聖子さん
聖子さんファン。聖子さんファン。聖子さんファン。聖子さんファンも結構いるんですよ、やっぱタビオロジー。やっぱバイブス高いからか。バイブス高いから。え、グッドバイブスさん。グッチャンさん、初見です。まんま。よろしく。よろしく。よろしく。本当にありがとうございますね。うん、バイブス、グッドバイブスさん、名前めちゃくちゃいいね。グッドバイブスロゴだしね。うん、いいね。あ、自分アイコン、アイコンが。すっごいいい。いいね。ぽよさん、グッさんはいくら貯めて旅始めましたか？旅中は仕事したりしますか？と、まあ、旅中は仕事はしません。で、まあ、貯めてね。まあ、今回の中南米10ヶ月に関して言えば、私は250万ぐらい使ってますね。結構使ってんじゃない？結構使ってるね。と思います。だから、まあ、旅のスタイルによるけど、私は結構こう中南米はすごい楽しみたいっていう思いはあったんで、まあ300は食べてって感じですかね。期間は今な何年？1年10ヶ月。10ヶ月、あ、そう、10ヶ月か。今ね、だから私はなんかお金どんだけ使うかわからんから貯めたけど、やっぱりまあ賞味1年は持つなと思ってたけど、やっぱり何でもやっぱ中南米もね、どうしても高くなってるから、コロナ前よりね。まあ、もうちょっと正直もかからんと思ってこう旅してました。まあアフリカもワンチャンいけるぐらい。ああ300思ってたけど、まあ、無理でした。私の合流ぐらいでは無理でした。中南米が楽しすぎるからな。楽しすぎて無理でした。ブランドさん、おベネズエラのビール、サルード。サルー。サルー。ビールっぽくないパッケージが可愛い。本当そう。本当そう。ラムネって感じ。ラムネって感じ。ラムネって感じ。これライトなんですけどね、ポーラーの普通のなんか普通のポーラーもあります、うん、それも美味しい。あ、ブーモさん、ぐっちゃんさん、フォローしました、ありがとうございます。ツイッターね、特にいいね、ありがとうございます。本当にありがとうございます。ツイッターね、はい、なんか何言ってもいい雰囲気あるからさなんかあんまりインスタでチンコとか言いたくないもん。いや、ツイッターでチンコ言うの？え、ベトナム人のチンコ見たときツイートした？ツイートしたし、なんかね、うちブログ書いてるんけど、なんか、あ、そうやね、あー、チンコ、うん、なんかチンコ見ましたみたいな。あ閲覧数めっちゃ増えたもん。やっぱり。みんなチンコ大好き。チンコエビ大好き。人類みんなチンコラブ。チンコエビ大好き。老若男女。リャンニョ。うん、村のクリスティアンさん。あ、これ見たね。佐藤祐介さん。あれ。3200円。ありがとうございます。グナ。グナ。今日のユナイテッド戦勝利を祈って、試合見ながらビールでも飲んでください。勝つに決まってるやろ。ありがとうございます。ありがとうございます。勝つに決まってるやろ。勝つに決まってるやろ。いや、それこそさ、あれだよね、マウントとハバーツだよね。ああ、そうね。ファンも楽しみなんじゃない？確かに。あ、チェルシーファンか。チェルシーファンも楽しみなんじゃない？大ちゃんも。俺らのってなるもん、ね。まあでも俺ら、今日移動するのかな。そうなんだね。そう、こっち時間で夕方の5時なんですよね。まあ、朝の線。で、僕たちの。だけどね、一緒にね。まあね。朝の線で。バスが4時の予定なんですよね。まだ取ってないんですけど。うん、バス取られへんかったら、まあ、ワンチャンラッキーぐらいで見よう。せやな。だってここで、やっぱ強いからね、うん。うん。そうね。そう、絶対見れるもん。見れると思う、うん。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。グッドバイブさん、旅の資金はどうされてるんでしょうか？私、あ、貯金大崩し野郎です。はい、そうですね。そうですね。まあだから、日本で思いっきり働いて、使ってる感じですかね。だから、日本で使わないですね。はい、酒弱いからお金貯まるんだよね。うん、まあそれもあるし、やっぱ人より使ってないと思うよ。例えば女子とかこうブランド物とか、うん、そのバッグとか買うかもしれんけど、うちはもうメルカリ人だから。いいね。そうね、もうほんまにいらんもんは全部メルカリで売って、うん、いるもんはメルカリで買う。だからそれこそ化粧品とかさ、うん、こう詰め替えようってあるやん。詰め替えようって絶対空いてないやん。うん、パックね、うん。まあぶっちゃけやっぱメルカリで買った方が安い。詰め替えを買うの、うん、メルカリで、うん、薬局ってことじゃん、もう。まあ薬局の詰め替え用とかを、まあ期限とか載せてくれんのよ、うん、でなんかある人はどういうあれでやってるのか分からんけど、普通に買うよりやっぱなんか100円とか200円は安い、そういうのの積み重ねでやってます私。あ、転売屋ってこと？なんか分かる、あれある人はどうやってやってるのか知らんけど、でもあれ正規品やで、ね、絶対に、うんうん、偽物じゃないけど、だってちょっと分からん、もう偽物でももうそれが本物と思ったら幸せやから、それで、ね、プラシーボ。でもなんかほんまに女子が使うお金を使ってないかも、ね。まあまあまあ、いわゆるブランド品みたいなものは確かに。まあ化粧品とかもさ、高いんやで。やっぱな。知らんけどね。そう、なんかファンデーションとかさ、肌ペッペペッペやんの5000円とかする。なんだと。まあ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 。そう。だから私はそういうのを、まあ、使ってないかもね。ファンデーション使ってません。そういうところですね。そういう積み重ねです。だからその代わりだから旅でなんかこう、
わーって映える系の女子にはなってない。だから残念なことに。まあでもちゃんと衣装は持ってるけどね。一枚ね。映える。映えドレス。アーセナルカラーのね。アーセナルカラー、赤色のドレス。はい、ブランドクリスティアンさん、あ、エンパナダ美味しそう、本当ビールのお供にはぴったりですね。あ、エンパナダうまかったです。いろいろ話しててね、あんまり感想を言うタイミングなかったですけど、うまかったです、うん。うまかった。そう言われたらエンパナダも報われるわ。間違いない。グッドバイブス、ユウさん、お買い物からお帰りなさい。あ、まだこんなとこか。ね、ごめんなさいね、喋ってた。ごめん。いやでも毎回こんな毎回こんな感じなんです。よかった。ブーさん、トムヤムクン4 vs うどんそばならどっちがうまいですか。あ、せーので行く？そう、こういうのがね、結構ある。これ、トムヤムクン4コンビね。対うどんそば。東南アジアっていうか、日本っていうか。うん、OK、OK。もううち結構、ね、どっちも好き。うん。それは前提。うん。決まってますよ。せーの、うどんそば。あ、ごめん、日本。全員日本。あ、日本。全員日本。結局やっぱり日本食に勝てないんよ、なんかどうしても。まあね。そう、うん、そうよ。あのね、まあ、トムヤムクン4、勝負めっちゃうまい。うまい、うまい、めっちゃうまいけど、なんかこう、病気でデロンデロンの時には、やっぱもう、うどん食いたなるし、ね、まあね。やっぱりね、だしやんね。だし。だし、うまいよね。とにかく日本食はやっぱ今までいろんな国行ったけど、一番やっぱりどうしても好きかな。そう。そばとかなんかめちゃくちゃ素朴やん。素朴、あんな素朴なのにさ、あんなうまいってすごいよね。すごい。うどんもね。まず、あ、うどんも、うん、まあ言うたらただ小麦粉やろあれ、まあ、めちゃくちゃうまい。そうだね、確かに。いろんなね、具材入ってるわけでもトムヤムクンみたいにこうエビとかさ、うん、確かにさわけではない、入ってないけどうまい。でもトムヤムクンもフォーもめっちゃ好き。めっちゃうまいけどね、特にフォー好きだな、うん、うちもフォー大好き、うん、このフォー入れてくるあたりなんかいいバランス調整したなって、ね、確かに。わかる。フォーとそばとかだうち結構、まあ、ギリそばぐらいも。フォーもね、ずっと食えるからね。毎日食えるから。ベトナムいる間。ほんま好き。ベトナムではどんどん風邪ひける。うん。しかもなんか全然さ、まずいのに合わない。フォー。ああ、確かに。外れないね。外れない。確かに。フォーは絶対うまい。トムヤムくんね、たまにバチ辛いって言うからね。確かにね。確かに食う頻度で言ったらあんまり食わんもんな、トムヤムくん。うん。まあ、ちょっと高いのもあるかも、うん、トムヤムくんは。まあ、タイ料理種類多いからね。ね、確かに。です。でした。結局日本。リバハボン。やばい。佐藤祐介さん。お、自分、南大阪です。あ、うん、近いんですね。あ、ちょっと待って。同郷やん。同郷やん。同郷やわ。グーナー。同郷グーナー。乾杯、サルス。サル。まあ、あの、ね、まあ、大阪で言うと、ちょっと、治安悪めの地域。あ、そうなんや。治安悪いとかで表現しないからな、あんまり。大阪結構騒がしいから。ヤンヨンさん、こんばんは。日本では27時間テレビやってますよ。タビオロジーも負けずに27時間ライブしてください。交互に。答え番号8時間。まあまあ。行っちゃってくださいよ。27時間ってすごいね、でも。いや、でもそんだけ起きてすごいよね。マジしんどい。すごいと思う。できちゃう、でも頑張ったら。いやー、寝る。あ、寝るか。じゃあ、うちがやるわ。一人で。ベールさん、褒められたらグラシアスマインドメモしておきます。でも本当そう、なんかさ、褒めた側もさ、なんか否定されたらさ、いやいや、なんかこう、せっかく褒めてんのに受け取れよってやっぱちょっとなると思うよ。うん、だってさ、可愛いねって言われてさ、いやいや、そんなことないですよ、いやいや可愛いよみたいなさ、ちょっとやると面倒いやん、うん。まあ確かに。でもさ、可愛いやつをありがとうって言ったらもうそれで終わりやん。うん、どっちもいい思いするし。確かに。うちはグラシアスでいいよ。うん、グラシアス。特に南米だとそうかな、まあ、特に、ね、特に、うん、おしっこドリンカーさん、おしっこドリンカー性癖歪みすぎ、おしっこドリンカーすごいね、やっぱそういういろんな人もいろんな人がいるね、いろんな人がいる世界には、うん、まあ日本にもやっぱ面白い人いるね、絵切りなもんね、これ何の絵で、ね、うん、あ、でおしっこってね、直飲みが一番美味しいらしい、あ、経験者、いや知らん、ファンズハウス女子会で聞いてた。そんなことも喋ってない。ちょっと生ぬるいからかな。いや、だから新鮮なんだって。新鮮なんだから、その、おしっこって時間が経つごとに、アンモニア臭。あ、そうかそうか。そうそう、発酵して、発酵酸化、うん、なんだっけ。まあだから、とりあえず、化学反応、そう、化学反応が起きて、時間が経てば経つほど臭くなるし、その匂いとかもきつくなるんだけど、味も落ちるんだけど、やっぱり直で飲んだら、
新鮮で美味しいって言ってた。もうおしっこドリンキングトークしてたんですよ。おしっこドリンカーさんがわざわざコメントしてくれたから。すごいね。まあ、またおしっこドリンカーさんもどうか。俺の持ってるおしっこドリンク知識を絞った。教えてください。コメントには全く触れず。谷おろし。谷おろしではないです。谷おろしでもあります。あ、そうか。あ、そうか。ぽよさん。言いにくいと思いますが、津田さんと大塚さん、どちらがタイプですか？何ちゅう質問してる？何ちゅう質問？タイプか。むずいな。タイプ。カソルラ。カソルラがもうタイプ。カソルラだったら俺の方が身長低いから。まあそうだな。身長足元は俺の方があるけどね。でもね俺の方が足元ある。争ってる。まあぶっちゃけタイプ。もうちょっと、もうちょっといろいろ知りたいな。あ、もうちょっと。もうちょっといろいろ知りたい。でもまあ正直もうグーナって言うだけでまあいいやん。せやで。うん、グーナ最高。サルまあ趣味が合うからね、単純にね。だからなんかそのどっちかがグーナやったらそのグーナの方を押してたと思う。そうだね。確か間違いないね。どっちかがね、チェルシーファンだったらね。そうそうそう。だけどどっちもグーナやからね、ちょっと、ね、選びにくいってとこはすごいある。うん。グーナにやろう。グーナ。グーナ最高。加藤博さん、バンズ好きいいですね。バンズいいよね。私はバンズ、ほんまにバンズ歴長い。うん、スケートボードもやってたし。マジですか？あ、そうなんだ。はい、そうなんですよ、ね。まあ、それは趣味やでしょ。オーリーとかできるんですか？オーリーはまあできるんじゃない普通に。オーリー普通にできるんだ。すごいね。まあ、まあ、まあ、正味こけるけど、とかあるけどね、すごい。あ、へえ。一番そんなめっちゃ難しくはない。まあまあまあ、オーリーだからね。うん。だから、スノボーとかそういうの好きですね。だから、バンズ、パンクロックとかも好きやし。それはバンズ女子になる、ね、バンズ女子になるよね。オクタウノさん、オクタイチさん。いろんな国を回ってみてどこの飯が一番美味しかったですか？ハポン覗くってことよね。まあもちろんハポン覗くで。え、これちょっと結構悩むかも。悩まん？悩む。悩む悩む、もちろん。毎回違う国行ってるもんだって、うん、そうね。その時の気分によって行ってるところある。いや、そんぐらい、うん、そんぐらいね。まあ、違う。純不動、純不動だよね、うん。うん。日本はね。日本がぶち切っただけだけで。でも私結構決まったかも。おう。どこ？どうぞ。ペルー。おペルー、いいやね。でも結構みんな納得はすると思う。まあまあ南米の美食の国ですからね、うん、はい、ペルー。やっぱりペルーって海鮮食べられる、うん、セビーチェね。セビーチェ。まあまあペルーも広いからなかなか食べられないとこもあるけど、まあペルー料理がそもそも美味しい、うん、ね、ロモサルタードとか醤油使ってたりとか。確かに馴染みもある、ね、馴染みもあるし、うん、なんかペルー人は出汁の文化あるような感じがする。うん、ただ塩味付けといたらいいとかじゃなくて、まあ結構アイデガジーナやったかなとかもすごいちゃんと。アイデガジーナ美味しいね。あれ1回か2回しか食べてもらえない。うまい、アイデガジーナ。ちゃんと調理してるって感じがする。うん、なんかこうなんかレストランとか行っても、ボジョアサドだけとかじゃない気がする。料理をちゃんとしてる気がする。確かに。から美味しいかな。確かに。え、あとベトナム、普通に。さっき言ったけど、フォー。バインミーとかね。バインミーとかね。なんか、なんやろ、なんか、あっさりしてて、こう胃もたれしない感じ。ありがたいね。ありがたいよね。こう味濃くなさすぎるから毎日食べれる感じ。ありがたいよね。ありがたいね。そこ大事だからね。お二人はどう？確かにベトナムもね、確かにね、いいですけどね。僕ブラジル好きですね。ああ、そうね。それこそグッさんまだバイヤー行ってないですけど。バイヤーね。バイヤー、そう、バイヤーね。バイヤー行ってないですけど、僕はそのなんだ、サルバドールで食べた料理が好きで、アカラジュとか、ムケッカとかで、そこら辺がそれこそめちゃめちゃ海鮮のだしって感じの、絶対好きや。そう、めっちゃだし感じる料理なんですよね。だから僕はそのブラジルの、あとブラジルって結構中南米の適当な国だと自分で味足してみたいな、ね、あるね、調味料ね、うんうん。でもブラジルはもう味をつけて提供してくれるから、めっちゃ濃い、しかもまあ結構濃すぎる時もあるんだけど、まあそのちゃんとやってくれてるな、ちゃんと料理してくれてるなって感じがあるんで、ブラジルは基本だから僕はブラジル好きですね、料理。言うね、バイヤー言うね。あとムキムキなれるしね、タンパク質すごいから。肉が多いよね。そう、男上がる。肉プラス豆だからね、やっぱ豆めちゃくちゃ食うから。でケール、クソ苦、クソ苦緑。え、うち好きやわ、絶対。俺も好き、俺も好き。あ、オクラね。オクラめっちゃうまいから。好きやわ。バイヤー早く行こう。うん。実は。僕は、じゃあ、あえて、ジョージアですね。
ああね、まあ言うね。ベタだね。いわゆる旅、うん、旅好きとしては、ね、うん、まあ確かに確かに。でもうまいから、うまい、マジでうまいから。何でもうまい系だよね。何でもうまい。何でもうまいね。すべてがうまい。そのなんか食のレベル、すべてのレベルが高いんだよね。確かにね。日本みたいなね。うん、そう。なんかパン食ってもうまいし、確かに。なんだっけ。ヒンカリか。ヒンカリね、あれうまいよね。ヒンカリうまいね。うまいし、ね。俺も冷凍ヒンカリ毎日食ってたわ。うまいよね。自分で食うやつがうまいもんね。うん。ヒンカリね、あれ上の部分食べたあかんというか食べへんもんやのにめっちゃ食ってたもんね。食わないの。あれ怖いらしいよ。バリバリ食ってたわ。やろ。つまんで、あそこに刺して食うの。なんかわからん。フォーク。まあそうかな。なんかあこ上食わへんって言われてた。分厚いよね、確かに、上は。だから、ジョージア料理も結構独特よね。まあ、独特ではあるけど、うん、でも美味しいよね。日本人が好きな味やね。絶対、日本人だけじゃないね。みんな好き、ね、みんな好きな味。だから、いろんな文化がね、やっぱミックスしてるところだね、あそこも。確かに美味しいね。ちょっとカロリー高め。気になるポイント、まあまあ、女子が。女子がね。グッドバイブさん、一人旅楽しいですよね。楽しい。楽しい。そうか、二人旅やもんな。まあ、そうですね、一応。まあやっぱり一人旅の方が出会いはあるかも。うん、その出会いってその恋愛じゃないで、うん、友達とかっていう意味で一人でおったらまあやっぱりこう向こうも一人旅の人と仲良くなったりとか、まあツアーとかもね一人で参加するから、まあご飯ね昼ご飯ツアーである時とか、まあ写真撮ってるとかいう時にやっぱりすごい仲良くなる。いいっすね。うん。だから喋りかけてくれるしね、自分も喋りかけるけど。一、うんうん、人やからね。一人やからね、一人やからこそね。リーさん、こんばんは。やっと見に来れて嬉しいです。お元気そうでよかった。ありがとうございます。ありがとうございます。超元気です、二人。超元気です。元気にやらしてもらってます。エルチャポさん。よし、旅をしよう。実行に移したとき。3人の旅始めの貯金額知りたいです。財布のお金も込みで。うん。僕らは100万ずつですね。100万ずつです。300万ぐらいですね、私は。多いね。この中南米。中南米。10ヶ月前。はい。おお、300万。はい。まあその間ちょっといろいろ払ってんけどね、こう日本におる、まあ奨学金とかね。うん。えらい。300万か。まあとにかく300万です。多いよね、多分。どうなんですか。どうなんだろうな、まあでも。中南米だけでやからね。その途中で社会人辞めてって方ってそれぐらいなんじゃないですか。確かに。そうね、まだ世界一周で300万とか。あ、まあそう。あ、そうか、中南米だけで300万だから。ちなみに今まで使ってるお金で言ったら、うん、まあ多分400万ぐらいいってるでしょ、私。あ、その前の旅を含めると、うん。ですね。だからなんか、うん、まあ人それぞれやけど、まあ言うても、やっぱり100万で来る人もいる、聞く。まあいるよね、全然いる。300万って言ったら結構多いねって言われるかな。ああ、うん、まあそう。そう、若い人からしたらね。うん、そう。まあ、俺からしてもだけど、いや、まあ、うちからしても高いよ、ね、うちからしても高いよ、だいぶ。300万って投げてる。なるよ、自分でも、うーってなるもん。なるよね。でも、桁見て、はーってならん。めっちゃなるし、まあ、稼いでないからね、今。でも、なんか私の場合は、こう、旅で稼ぐっていうよりも、旅かって稼ぐっていうのがちょっと苦手なタイプで、うん、例えば、こう、人に見せるじゃないですか、うん、旅をね。まあね。ってなったら、こう、旅向けにこう、なんやろ、自分の旅じゃなくなるというか、まあまあ、視聴者さん向けの旅になるのが私は結構難しくて、うん、2人ならね、まだやりやすいと思うんやけど、なるほど、やっぱ1人やと自分で撮りながら喋るとかなると、やっぱ周りの景色楽しみたいのに楽しめないとか、うん、そういうのになりそうで、ちょっとやってない感じですね。なるほど、ね。ただの旅好き。まあでもブログおもろいからね。あれね、思い出作りとしてやってるよ。うんうん、特にね、ミャンマーがガチだからね。そうね、ミャンマー結構ね。ミャンマーのグッサンのブログガチすぎるからね。なかなかね、ミャンマーでもトレッキングしましたし。ぜひ見てみてください。はい、うん。ね。コウスケさん、ヌンさん、昼から飲んでるんですか？あれ、これコウスケってこれ、もし榊くんじゃない？榊くんじゃない？知ってる人？榊くんじゃん。自分も旅原さんたちに会いたいです。あ、確かに知ってる人の言い方だな。パタゴニア来てくれた。へー、旅も一緒に帰った。あー、へー、うん、とにかく榊君やと思う、これ絶対に。だってルンさんって呼ぶよ、もう。確かにルンさんね、うん、なかなか知らない。榊君やっちゃった、飲んじゃったよ、ごめんな。彼も私のことさ、ほら、あの酒弱いで知ってるから。あ、そっかそっか、確かにびっくりしてる、多分俺もびっくりしてると思う、多分。そう飲んでるんすか？
言うて、まあ、これ 3.5% だからね、うん、ほろ酔い。だしまだどんぐらいですか。あ、まあでも結構飲んでるの、うん、そうよ、もうなくなりそう。榊くんな、楽しかったな、パタゴリアな。眠い目をこすりながらさ、こんばんは。こんばんは。村のクリスティアンさん、キャッサバせんべいでかでかい、あれびっくりしたよ、うちもびっくりした、うん、でかすぎる、マジで。あんな感じなんだね、ほんまに。あ、眠い目をこすりながらさん、500円、ありがとうございます。ありがとうございます。こすりながらね、500円、ありがとうございます。国境越えおめでとう、アーカイブ見ますね。あ、なるほどね。おやすみ、もうこすぎめちゃくちゃこすってるな。こすり切ったね、うん、おやすみなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。このコメントももう聞こえてないかもしれないね。そうだね、ありがとうございます。やりすぎたね、はい。スケッチャさん、グッサンも196カ国制覇するの？私はまあ正直別にそこが目的じゃないかもね。しないかも。うん、うん、まあまあまあ、やっぱりあの私は結構治安とかやっぱ気にするから、うん、まあなんやろ、まあ死ぬまで治安悪いところはいけないかもね。それは俺らも一緒だね。死ぬまで、まあ、そうだね。そうそうそう、だからまあらシリアぶっ込むとかそういうことはできないから、ね、まあそうそうやね。だからシリアとか、まあ、中央アフリカ共和国とかなんか、まあ、まあソマリアとか、まああっちの方行くかな。あとは島かな、島も全部行くかな。ああ、わざわざね、オセアニアとかね。確かにオルディブとか、うん、うちどこまで面白いのかもあるよね、その島ね、オセアニアの。まあそうね、そうそうそう、ただのリゾートカウントリーなんじゃないかっていうね。うん、まあ行ってみたらね、まあ、面白いかもしれないけど、ね、まあまあまあ、うん、ちょっとまあうちはせえへんかも。うん、ああ、眠い目をくすりながらさ、メンバーシップ作らないんですか。とりあえず予定はないですね、今のところ。そうですね、はい、って感じです。ダニエルさん、コロンビアかな、肌ね。 お久しぶりです、元気、今どこにいますか。お姉さんはどなたですか。あ、アミーガです。旅人です。アミーガです、旅人です。リアヘローですね、モチレーローです ですね。お久しぶりです、うん、コメントお久しぶりじゃないかな、まあ、うん、俺らがあったあのダニエル、ダニエルじゃないかな、あれダニエルなんて引っ張ってるからな。サン・サナグスティン、サナグスティンじゃないや、ビジャビ選手の、ビジャビ選手のダニエルじゃない、ビジャビ選手、最後の、最後の街のコロンビアの、違うかな。ああ、え、あの、あ、彼氏、彼氏、あ、ダニエル、わからん、本、わざわざ翻訳して書いてくれてるのか。本当だったら嬉しい、ね、違うかな。グラシアス、グラシアス、ありがとうございます。シュウさん、はい、グッサンのインスタいつも楽しく見させてもらっとるよ。グッサンとサンパウロで会ったシュウです。そうです、サンパウロで会ったシュウさんです。へえ、ブラジル大好きやからね、この人。ブラジル大好き、あのね、バイブス高め、もう見た目からしてバイブス高め、ほんまに。男性で一人旅、いや旅じゃないの、もう住んでんね。あ、そうなんだ、うん、ブラジルのサンパウロ好きで、好きでやで。あ、そうなんだ、うん、いや会ってみたかったな。いや、すっごいね、面白いね、いい人、バイブスが高い人、高い、うん、めっちゃね、二人気合うと思うよ。だうちも気合うもん、若い人、わ、まあまあ、うちより若いね、うん。あ、そうなんだ、へえ。そんな変わらんのじゃないかな。それでサンパウロ住んでるってなかなか、まあ、レアじゃ、レア。だからまあ言うたらこう好きで住みに来てるからね。ラブなんだね。すげえ。そう、だからバイブス高いでしょ、そんなん。いいね。考えても高、その行動力、うん、間違いない。すごいバイブス高い人です。ありがとうございます。ありがとうございます。大好き。うん。藤田ジョンソンさん、ヌンさんの今飲んでるの何のお酒ですか。これビール。ビール。セルベース。ヌンさん呼びが流行ってるけど。まあいいんじゃない。ジョンソンさんも知り合い？え、うち藤田ジョンソン、ちょっとごめん、わからへん。名前大丈夫そう？え、名前似てない？グッチャヌンって名前似てない？バイブス合うくない？あ、ジョンソン、うん、名前から。ヌンティウス、似てないでしょ。名前のバースは何に似てるの？うん、でもまあ歴史の人物で結構ティウス系いるけどね。あ、まあまあまあ。コンスタンティヌスっていうのね、うん。古代ヨーロッパで。ね、そうね。フランシス・アリソン。Quando voltarem ao Brasil, venham conhecer Itacarena Bahia. Vocês vão adorar. あ、わかるな。戻るか。いつブラジルに戻ってくるの？バイヤのイタカレに来てください。あなた方、その、ね、好きになると思うよ。うん、じゃあ、うちが代わりに行ってこい。あ、お願いします。はい、です。ラバイ。ビーチかな、イタカレ。かな？ああ、ビーチか。かもね。俺ら行ってないな、多分。スクティさん。今に精一杯だから不安になることが無駄。てんてんてん。
生き死にを実際に見てきたからこその回答ですね。あ、まあ、まあそうなのかな。でも生き死にそんな見てるかな。どうだろうな、まあ、治安が悪いとか、その、うん、なんだろうな、まあ、この町ではよく人が死ぬとか、まあまあまあ、こういう事件があって、まあまあ、殺人事件があったとか、そういう聞くとかはあるけど、うん、まあでもやっぱりこっちの人がね、同じマインドというか、まあ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 、不安に思ったらこんなとこ住めないみたいなとこに住んでる人もいるじゃん。まあそうですね、うん、だからそういう人のマインドを見習ってるのかもね。そうですね、南米は特にいい感じですね、うん、そんな感じですね。まあほんまそう、一日一日生きてるって感じしますよね、うん、楽しんでるね。ちなみに今カシャーサ合意しのカイピリーニャでベロベロです。え、日本で、51のカシャーサ日本で買えるんだ。あるんだ、すげえ。いいですね、すげえな、まあ、そうです。あれさえあれば確かにカイピリーニャ余裕で作れるもん、うんうん、すげえ。ポヨさん、グッサン身長高そうですね、何センチですか。これ座高高いからかな。どこ高いんだ。え、足短いってこと。え、ごめんなさい。自分で言ったの今。155センチがない、154ぐらいかな、普通だよね。うん、ちょっとちっちゃめかな。あ、ちっちゃめか、うん、みたいです。ですです。あ、え、ポプリオさん8000円、すごい、ありがとうございます。ポプリオさん初めてじゃないかな、ね、こんな可愛い赤ちゃん、そう、うん、見たことない。ももちゃん、いつも楽しく視聴してます、旅の足しにしてください。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、ポプリオさん、ありがとうございます。必ずや楽しい旅に彼らがしてみせます。はい、ベネズエラ楽しみま す。ありがとうございます。ありがとうございます。グッドバイブス、南米解放された、地位や名誉や財産に全く執着しなかったボリバルが紙幣に、うん、あ、本当にかっこいい方なんだね。本当にかっこいい方なんだね。こちらボリバルにわかやからね。まあまあまあ。にわかボリバル。そこまでは知らない。まだ知らないですね。ちょっと調べよう。うん、エリストベーチエミコ。今までのルート教えてください。長い話だぞ。長い話だな。まあでも中南米。まあ中南米。まあ中南米でいいか。中南米はでもまあ、ほんまに変わらんね、二人と。でもメキシコから始まって、メキシコを降りてグアテマラ行って、エルサルバドル行って、ニカラグア行って、ホンジュラス行って、パナマ行って、あ、じゃあその前にベリーズも行ってんだ。うん、で、まあ、まあそこはもうほんまにこうダダダダ降りていっただけ。で、その後は私は結構その観光好きな旅人なんで、もう、まあ、南米入って、コロンビアからすぐボリビアに飛んだ。まあそれはやっぱりウユニ塩湖のね、シーズンだったからっていうことで、そう、シーズン追っかけ型ですね。うん、まあ、ボリビア。シーズンで言うと、2月ボリビア、ね、そう、2月ボリビア、3月パタゴニア、まあ、パタゴニアはやっぱりもう3月ぐらいまでに行かないと寒くなっちゃうから。で、その後、アルゼンチンの下の方、チリ行って、あ、ちゃ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 、だからチリとか行って、だからそのパタゴニア行ってから、次はパラグアイ、ウルグアイ、アルゼンチン。まあその辺は、そんなに何やろ、季節か気にしてなかったから、まあ普通に行って、で、リオデジャネイロとか、まあ、サンパウロ、まあ、リオが特に暑い、すごいカーニバルの時期とか暑いから、うちちょっと暑すぎるの嫌で、あえて涼しい時期に行ったのかな。うん、カーニバル終わった後ぐらい、まあ、4月とかに行きましたね。で、5月にペルー。ペルーはやっぱ寒気が5月からやから、私は山に登るタイプの旅人なんで、まあ、言うたらマチュピチュとかもね、やっぱ晴れてる時に行きたいっていうのもあったんで、うん、私はもう、歓喜を待ってからペルーに行きましたね。で、まあ、飛んでから、まあ今やな。で、まあ、これから多分私、連想してるけど、それも今シーズンやから、って感じで、うん。すごいな。あ、アマゾンも今シーズンです。うん、今の時期一番やっぱ水かさ下がるから、魚とか釣りやすいし、なるほどね。暑すぎない。もう来月になるとすごい暑いよね。うん、だから暑すぎず。それでちゃんとウユニも雲の鏡割り見れて、パタゴニアもあのペリトモレの氷河のあれ見れたか、こう、まあ一応ちょっとのやつしか見れなかった。ちょっと見れたでしょ、ちょっとはね。でマチュピチュも晴れてたんでしょ。まあまあ晴れ、まあ曇りやけど、うん、その雨とかではないかな。俺ら全部それ外してるからね。あ、そっか。もうウユニには雲一つないし、まあそれはそれで美しいね。まあね、ウユニは良かった。でそれでペリトモレのは全く
全く氷河が微動だにしないし、基本的に、うん、でそれでマチュピチュ行ったらずぶ濡れだしね。あ、そうね。やっぱりね、季節を気にして旅するってね、大事なんだね。うん、いやでもほんまそうだから、私はこう観光旅みたいだからね。いや、まあまあまあ、俺らも観光したいんだけどね。ただそのそれを完璧にさ、こなしていくルートを編み出したわけじゃん。まあそうはね、結構有益なんじゃない、うん、そのグッさんが編み出したルート、うん、相当相当これね、ベストシーズン追っかけ方やから、うん、まあ、でそれを10ヶ月でやってるからね、うん、ある意味短いじゃんね。すごい、その1年という短い期間の中で、うん、コスパよく、うん、その国航もね、そんな高くないもんね。まあ言うてね、そう、ブラジルからペルーはいくらだったの？1万5000円も1000円よ、ね、意外と安いよね。安い安い。だから、まあそういうね、旅ハック。旅ハック。一人で見つけたらニヤニヤしてるで。まあ、走ってきたらいいよね。うん、いつも一人でニヤニヤしてるから。うん、いい航空券見つけたで、みたいな。うん、いいね、ハック、うん。ハック披露してください。ハック披露していこう。お、かわいい。アドレスはパサージャンペロブラジル、セジェンベンビンドセンプレ。あなたたちのブラジルの旅を楽しんでますみたいなことかな。多分、ああ、オブリガード。またいつでも待ってますってですね。ありがとう、ね、オブリガード。ブラジル人は素晴らしいね。ほんまに楽しいね。ゴートラベルライフさん。お友達です。新さん。え、ペン？ペルー？何の通貨で送ってきてんねん。おい、さすがっすね。とりあえずコメント言いますね。色はもう真っ赤っかよ。確かに。めちゃめちゃ高級の色する。マジで。グッサンとグアテマラで一緒だったシーンです。旅オロジのお二人、いつも動画楽しませてもらってます。ありがとうございます。はい、ぜひ3人で美味しいもの食べてください。ありがとうございます。シーンさん、あのね、めっちゃサッカー好きで一緒にメデジンでサッカー見に行った。へえ。あ、メデジンで。グアテマラでも会ってんねんけど、あのメデジンでも会ってんの。だから、夏のナショナルの試合を一緒に見に行ってる。めっちゃサッカー好き。だから、2人会ったらやっぱり盛り上がるよ。マジか。うん、今も南米で旅されてるんですかね。今、どこにおる？ペンどこみたいなね。ペンどこ？いや、あの、結構ね、あの、やっぱり旅めっちゃしてるから、ずっと旅好きやね。ペンどこ？は充電ないでしょ。まあね、あの、シンさんもね、結構旅だから、パタゴニアとか情報を結構教えてもらった。ああ、そうなん、うん、すごいね、いい情報を教えてくれる。マジか。うん、でもサッカーがね高い。いいな。え、めっちゃごめんなさい、本当にありがとうございます。すごいよ。あ、ペルーにいるんだ。ペルーなら150ソル。おお、たくさんじゃないですか。結構だな。え、ペルーおんの最高やんな。ペルーちょっと寄ってるからごめん。これね、なんだっけ、砂漠地。あ、え、あ、アタカマ？アタカマじゃなくてペルーの砂漠ね。あ、ワカチナ。ワカチナじゃないと思う。これね、昔からこれも。あ、そうなんだ。うん。あ、そうなんだ。サハラじゃない。サハラじゃない。うちサハラやと思ってる勝手に。ごめんな。ありがとうございます。ありがとうございます。いつか世界のどこかで会いましょう。はい、僕も会いたいです。なんか会いそう、ほんまに。野球も好きなんだけどね。ブランドクリスティアンさん。そうそう、昨日のではなく前回のヒッチハイク動画でテロップが「ムイトオブリガードセニョーラ」って出た瞬間、思い切り画面に向かってセニョーラだけスペイン語書いてツッコミ入れてました。あー、確かに。そうそう、師匠か、師匠やから。 NHO か、ニオがね。あー、なるほどね。セニョーラ、そうか、俺もう何の脳死でセニョーラって出てたわ。なるほどね。確かに。確かに。多分ほとんどの人って気づいてない。うん。ほとんどの人スペイン語とポルトガル語が混ざってんだよね。うん。ポルトガル語からのスペイン語で。確かに。師匠だね。クリスティアンさんじゃないと出ないツッコミですよ。師匠だね。それコメントしてください、今から。ありがとうございます。固定しておきます。ウェイテイさん。津田さん、ロングヘアは継続ですが、どんどん伸びていて嬉しいです。あ、ロン毛好きの人来た。結局ね、ロン毛好きの方が多い気がする。ロン毛好きっていうか、まあ。旅ユーチューバーやからね。そうだ、どんどん伸ばしてほしいです。許されてるよね。うん。保ってほしいですみたいなコメントの方が多いかな、うん、どっちかというと。まあ、うちが一番短いからね。今ね。そうなんですよ。多分。もうだって今俺結んでて長いからね、ぐっさん。やべえよ。やべえっす。これも伸ばしたらどうせうちより長いもんな。うん、そうだね。いいね。ヒッピー味が増す。佐藤祐介さん、センデロスはスイスの元ガナですよ。師匠師匠、師匠深いな。え、ちょっと待って、深いな、知らんかったわ。もういつの時代センデロス、センデロス、ジャカだけだよ、知らんな。スイス、俺もだ。
え、師匠ちょっとごめんなさい。まだまだっすわ、俺。まだまだっすわ。僕、レスターの年からです。15、16からなんでね。センデロス、調べます。はい、調べます。フィリップ・センデロス。あー、見たことあるな。意外と昔の選手じゃない。結構いたやん。7年もいたんだ。あれ？あ、でもね、私ね、これね、ちょうど見始めるちょっと前だ。うちこれ大学入学前だもん。みたいです。です。頑張ります。見ます。奇跡の日々。海外で生きる男のすべてさん。カナダから見ております。おお、ありがとうございます。カナダから南米に行こうと思ってる人だよね、確かね。あ、うん、そうなんだ。うん。しそうだもんね、めちゃくちゃ。あ、え？顔が。南米におる顔してるわ。南米旅してそうだもん。カナダ似合わないですよ。え、カナダね、うん、そうやね。南米顔やわ。いいやん。南米顔。うん、オティマンダヨさん。40代半ばですが、いいですね。旅の出会いは大事に。旅の出会いは大事に。必要な人は今でもつながって財産です。うん、20年前にバックパッカーして旅してました。今では外資系ホテルの総料理長です。旅の経験があるから私があります。うん、そう言えるね。大人になりたいね、俺も、うん、そうね。でも確かに旅の出会いって面白い出会いやからね。うん、こんなん日本にいたら出会わんからな。出会わんやな、俺はな。まあでもグーナーとかでこうなんかやってるかもしれんけどな。バーで。これなんかアーセナル来てて、あいつアーセナル来てんな、みたいな。確かに、うん、あ、奇跡の日々さん、カナダから今日も見てます。3人のコラボやばすぎやろ。バイブス、バイブス、バイブス。バターを塗ったパンさん、1000円、ありがとうございます。ありがとうございます。ビール代いただいてます。バターを塗ったパン代にもするね。うん、はい、バターを塗ったパン、パン代にもするね。うん、バターを塗ったアレパかな。あ、そうか、まあね、確かに普通にバター食いたもん、美味しいもんな。確かに、マンティキじゃん。めちゃくちゃ塗るイメージあるんだけど。うん、確かに。アレパはね。うん、アレパね、うん。ありがとうございます。ありがとうございます。なおチャンネルインニューヨークさん。友達とあやわすかをしに行こうとも話してます。おお。まあ、会う。そういうのがね、気になる友達とね、行けたら、うん、確かに。より安心できるかもね。あやすか。ニューヨークでは、やっぱりこう、結構知ってるもんなんかな。どうなんだろう。どうなんだろうね。ニューヨークとか知ってる人多そう、ね。ニューヨークだったらなんか知ってる人多そう。うん。マリア・ソリダージ。クアルパイス・ボセス・タウン。マジブラジル人多いね。うん、もうめっちゃ多いです。ベネスエラ。ベネスエラ。スタウンス。あ、トマキさん。ケツァール。7ケツァール。ありがとうございます。ケツァールだっつー。ずっといますね。確かに結構長いな。もうグアテマラ1ヶ月半以上いません？そうだね。3回か4回目だね。うん、ケツァールがね。ケツァールスパシャが。ケツァールの前はニュージーランドドラマだった。え、おっしゃ。うん、おっしゃ。いいっすね。ケツァールね、うち好きよ。パタゴニアも行きたいみたいなこと確かに言ってた気がする、ね、友明さん。うん、うん。あ、でもスペイン語ガチガチやってるのかな。あ、そっか。なるほどね。確かにね、それすごいいいと思います。準備段階か。はい。いいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。グッドバイブスさん、貯金されてからの旅なんですね。まあね。伝えていただきありがとうございます。そうね。そうじゃないとね、志半ばで帰国だったら嫌もんね。シューイチさん、500円。あ、また。ありがとうございます。またまた。ありがとうございます。ありがとうございます。ぐっちゃん最高すぎて、旅オレジファンから乗り換えます。乗り換えてください。嘘です、両方。嘘です。うん、そうね。ありがとうございます。ありがとうございます。頼みます。いや、ほんまにありがたい言葉ですよね、本当に。ベネズエラ旅楽しみにしておいてください。デッサン出てくるんで、はい、バイバイ。おお、来た、ショマ君。前回のラジオロジでおっしゃっていたように、お二人の旅のスタイルは、しげたびさんのそれとはかなり異なっていると思います。うんうん、コラボしてもお互いにとってあまりおいしくなさそうとおっしゃっていたのは、それゆえでしょうか。まあ、それはしげたびさんにとっておいしくないですからね。そうそうそう、うん、僕らはもうありがたい。僕らはそれおいしい、おいしいですよ。うん、それね、しげたびさんと話せたらね、それは人生の先輩でもあるからね。うん、本当にいろいろ聞きたいことあるんですけど、ね、しげさんが僕らにね、っていうこ逆ですよね。はい、逆の美味しさがないんじゃないかなっていう、はい、思っちゃうってことですね。うん、そんなことないよ。旅への向き合い方やスタイルは人それぞれですからね。僕にとってはそれぞれお気に入りの旅系 YouTuber なので、
いつかタイミングが合えば、しきたびさんと共演しているところは見てみたいですが、自分自身もいろいろな方の旅のスタイルを見ることで、旅気分を味わいながら自分が実際に旅をしているイメージトレーニングをしようと思います。いいね。いいですね。そうね、いろんな旅スタイルがあるからね。そうですね。まあ、やらないと分かんないですけどね、まあ、正直、ね、うん。何が自分が好きなのかとか、まあ、確かにこのスタイルが合ってるのかとか、うん、それは分かんないですけど、ね、本当に。うん、ドドドドさん、こんばんは。どどすこ、どどすこ。マリアさん、Your country, Venezuela? We are in Venezuela now. そうね。ベネズエラ人ではない。カポネス、うん。ちょっとおしっこしますね。はい。わかる、わかる。次、交代する、ね。はい。ペドロ、エンリケ、サンバ。今、12時チェックアウトで、今もう11時40分。あ、やばいな。本当やん。やってなかった。じゃあ、ギリギリ、みんなトイレに行きつつ、荷物を出すっていう、ね。うん、そうやな。サンバね。そう。サンバ見ました？なんか。私はなんか宿のおばちゃんとかがサンバはこうやって踊るんだよっていうのしか見てない。ああ、そうなんだ。うん。そっかそっか。そのいわゆるカーニバル的なもん。見てないね。ああみたいなのは見てない。見てないね。ああ、お尻ブリブリー見てない。見てないね。あ、そうなんだ。ちょっと次の楽しみとこうかね。そっか。まあまあ、あるけどね。サルバドールとかでもね。サンバ発祥の地だからね、サルバドール。そっか。いやー、違うな。いや、見たい。ちょっとスタイルが違うらしい。どうしようかな。見ようかな、やっぱり。まあ、多分ね、たまにそこら辺でやってる人いるからね。ね。うん。サンバだーっつって、ブラジルは。な、ナオチャンネルさん。ナチョモンレアルに見えん？確かに、確かに。ナチョやんねん、ナチョ、それ。そう、ナチョに見える。ナオチャンネルさん。みんな若くて、時々言葉の意味がわからないんですよ。ごめんなさい、本当にうちらは多分軽いと思います。若者言葉、まあ、たまにスペイン語とかも入ってるかもしれないですね。まあ、そうだね。うん、僕たちね、ティエンダとかもね、普通に行っちゃうんですよ、ね。あ、そうね。商店って意味なんですけど、うん、メルカドとかも普通に行っちゃう。確かに、確かに。マーケット、メルカド。若者言葉でもない。そう。普通にスペイン語、常用スペイン語をたまに行っちゃうっていう。うん、バイブスとかはマジで、うちらも意味もうよくわからんまま言ってます。まあね、ごめんなさい。でもニューヨークはバイブスめっちゃ使うけどね。確かにね。めっちゃ使うバイブス。一番高い街ぐらいやもんね。まあ、確かに。うん、スグティさん。中島智子さん。それオセロやな。それオセロやな。似てる？まあちょっと似てるんじゃない、やっぱり。まあそうか、ちょっと似てるか。うん、やっぱ概念では似てんじゃない。ああ、うん、やっぱ関西顔あるんかな、そういう。関西顔。関西顔なんか、中島智子も関西だね。関西、明らかね。だよね。まあやっぱりあれなんじゃない、喋り方も含めて。あ、いろいろ似てくるんかな。わかる、この顔でさ、もうめちゃくちゃさ、ぶりっ子みたいな感じだったらさ、やっぱ中島智子って言われへんと思う。ああ。うん、ごめん、わからん、わからんけどな。うん、マリア・ソリダージ、ブラジル。アカラジェ。アカラジェっていうバイヤ料理がめっちゃうまいですね。はい、なるほどね。はい、まあ、バイヤ料理いっぱいあるんですけど、アカラジェが多分一番有名ですね。そのどこにでも売ってる。それが楽しみ、私は。なんかサンドイッチじゃねえや。まあ、サンドイッチ的な感じかな。ほう、コロッケか。ね、大好き、大好き、うん。コロッケ。豆で作ったコロッケですね。え、大好き。めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまいです。タロトリップさん。長期海外旅行行く際に彼女彼氏を納得させる方法を教えてください。あ、このコメントもね、たまにありますね。あの、彼氏彼女でね、言ってるわけではないですからね、うん、まあ、でも、まあ、彼氏が彼女を説得させる方法、うん、で言ったらやっぱりなんだと思います。女の子が行きたいなと思う、うん、女の子が行きたくて彼氏が止めてるってことやね。まあ、もちろんその危険だとかもあるだろうし、そうだろう、それ以外に何の心配があるかな。いや、まああれでしょ、浮気とかでしょ。浮気の心配旅中にある？あるんじゃない。あ、そうなの。いや、うちはちょっと自分は結構旅人バイブスやから、うん、もう行ってこいってなるんだけど、そうやね。いや、これは結構難しい話かも。なんかどうしても納得できへん人も世の中にはいると思う。どうしても納得できへん人、浮気。いや、浮気じゃなくて旅行くのが。あ、旅行くのか、うん、あ、まあまあまあ、でもずっと一緒にいたいみたいな感じのバイブスの人いてるやん、うん、絶対いるいる。だから、まあ、そういう人をもうのもう考えを覆すのは正直難しいかもしれない。あ、なるほどね、うん、あ、どうしても行ってくない、行きたくない人、あ、じゃあどうしても行ってほしくない人 VS 行きたい人、うん、なかなかそれ難しいかも、まあ、それ。ただやっぱりそのなんで旅に行きたいんか、そのなんでか、なんとなくとかじゃやっぱ許してくれへんことはそれは多いでしょ。うん、なんで行きたいんか、それはちゃんとこう真剣に伝えるべきやし、まあ、あとはやっぱりこう期限とかもやっぱりね、彼氏と彼女いるんだったら決めた方がいいんかも。確かに、いつまでに帰ってくるよと とか、まあ、まあ、もちろん超長距離恋愛になるわけですからね。まあそうね、まあ時差とかもあるし、あとはこうルールを作る。
こう1日に、まあ、電波、まあ、トレッキングとかは仕方ないけど、1日1回は絶対に連絡するよとか、うん、まあ、そういうルールを作るのはいいかも。あとは、まあね、そう、何が不安かっていうのを聞いて、それを解決できるように。まあ、確かに。ってことだよね。って感じです。みたいです。あ、来た。帰ってきたんで、ちょっと私が、はい、あ、OK です。行きますね。じゃあ、一旦僕。チェックアウトをねしないといけないんで、もう僕たち荷物を順番に出していきます。はい、2時間40分か。あとコメントどれくらいあるんだろうな。結構ある。それ確認しとこう。あ、まあでもあんまないか。めちゃくちゃはないな。読んでいきます。ベベルさん、愛食していた業務スーパーの 400g198 円のクイッティアウが248円に値上がりしていました。物価の値上がりの厳しさ肌で感じますね。日本今、あー、日本のね、498円のクイッティアウ、クイッティアウ、クイッティアウ、クイッティアウってなんすか。クイッティアウ、名前から癖がすごい。ちょっとわからんな。業務スーパーで売ってるものだからめちゃくちゃ買ってるんだもんな。なんだクイッティアウ、知らん。いや、わかんない。クイッティアウがわかんない。マーロン、アモリム、田中。あ、日系人かな。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ファビオ。ファビオ。15ファビオ。タイから見てます。タイに沼って動けません。いや、それはね、タイ、めっちゃいいっすからね。まあいいっすからね。うまいし、楽しいし。まあ楽しいものも増えましたしね、タイはね。ここ最近でね。また一つ。それに沼ってんのかな、知らんけど。あ、コウスケさん。あ、グさんがいない。その通りです。気づいてくれてありがとうございます。長期休みで次は旅おるじさんのいるところに行きます。おー、あー、なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、いつか乾杯しましょう。はい。お酒は好きなんだよね、基本的に。そうですね。なんすか、それは。あ、これ、グさんの無比です。あ、無比。グさん、無比持ってんだね、さすが。さすが。無比は結構確かにあるといいかもね。いや、無比欲しい、今。その、虫除けスプレーはあるけど、刺された後のはないから。はい。でもね。ガナグナさん。うわ。ほら、グーナーです。ちょうど今ね、グッサンがね、今おしっこしてます。ね、しかもラムジーやん。うわー、ちょっと後で、グッサン戻ってきたらもう一度産むんで、少々お待ちくださいね。お待ちください。あかりさん。あかりアンダーソン。こんにちは。いつもかな、いつも見てます。ありがとうございます。ありがとうございます。フェイダウさん、お久しぶりです。リバプール1年住んで、南のファン、うん、から大して金ないのに南の追っかけてモナコまで行った学生です。真ん中の方、ツイッターで見たことある方だ。あ、やっぱ見たことあるんだ、ね、さすが。まあ、そうか、サッカー好きでもあるもんね。そこも被ってるしな、旅好き、うん、サッカー好き両方。そうだね、ツイッターちゃんとやってるからね、グッサン系も、うん。モナコには行っただけだもんね、でもね。モナコには住んでないよね。リバプールには住んだけど、ね。リバプールには住んだ。ポジティブチャンネルさん。ありがとうございます。いつも見てます。南米行きたいな。ポジティブ最高。南米行きましょう。南米行きたらポジティブになりますから、ね、うん。さらにポジティブになりますよ、うんうん。ただでさえポジティブでしょうけどね、多分ポジティブチャンネルさんは。あー、なおチャンネルさん、10ドル。うお、スーパースティッカー。ありがとうございます。あやおすか、気になってる方ですね。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ニューヨークの10ドル。ありがたいです。いやー、ベネズエラだからね。そうですね。そのままもらえたらさらに嬉しい。現在10ドルそのまま使ってるんでね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。エイトさん、800円。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しく見させてもらってます。旅に出たいですが、勇気が湧かないので、動画で発散してます。ああ、なるほど。なるほどね。まあ、勇気が出るようなね、動画を作れたらいいですけどね。まあ、グスタンの話でもね、まあ、勇気が出る話をしてくれたと思いますけどね。まあ、勇気が出るというか、まあ、我慢できなくなるようなね、動画。そうですね。やっぱり行かなきゃって、なるような動画作れたら。結局、欲だからね。欲が強ければ、それを、その、怖いのを払拭して、行きたいが勝って、と思うから、うんうん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、じゃあ、あ、そうか、僕行ってきます。じゃ
じゃあ僕行ってきます。はい。ただいま、お手日。うん。今、ラムジーがいる。あ。ガナグラさん。あ、ガナグラさん。あ、知り合いですか？フォロワーさんでしょ、この人。あ、フォロワーさん。うん。ツイッターの。ありがとうございます。ラムジーだよ、ラムジー。FA カップ持ったラムジー。うわー、ラムジー。ねー、ちょっとね。怪我とかまったりしたけど、うちはね、ロマンを感じて好きだったんだよね。そうですね。かる。だってラムジーのユニフォーム今持ってますもんね。そうですね。この中南米旅はね。はいはいはい、そうです。どうしても。さっき坂木君コメントあったね。あ、そう。そう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 、そう、さすが。そう。その通りです、ということですね。彼もね、サッカー好きやから。あ、そうなんです。野球も好きやし。完璧。どこファンですか？え？どこファン？サッカー好き。ハンチン。ハンチン。うん。ごちごちのライバルじゃん、お互い。中日のライバルでもあり、関西のライバル。まあでもね、阪神ファンは一番話できるから、中日ファン以外で。阪神はもう一番その知ってる、中日以外の球団で選手とか。オリックスの子供結構知ってくれる。ああ、そうなんですね。話しましょう、いつか。というわけで、あの、勇気、勇気というかね、もう、出ましょう、旅。旅出ましょう。ありがとうございます、800円。ありがとうございます。そう、さっき。そっかそっか。読んでる途中だった、ね。あ、そういうことか。うんうん。キンタマックスさん。1000円。ビール買える？いや、もういい。めちゃめちゃ買えちゃいますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。全然買える。ね。キンタマックスですよ。キンタマックス。ちょっと、あの、ちょっとこう、どっちにかけてんのかなみたいなとこもあるけど。キンタマ、大丈夫？いや、キンタマにしかかけてないでしょ。ね、大丈夫。いい名前ですね。なんか、あの、いいファンやね。うん。うん。僕もキンタマ。よく引っ張ってます。スクティさん、カシャサ51のみのですけど、ビッグカメラに出てたりします。ああ。ビッグビッグビッグのビッグカメラのやつ。のあるっけ？な、うちが言えた。そう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 。でも売ってるんだ。ブラジルのね、お酒といえばカシャサですからね。え、飲めますか、グッさん、ちなみに。飲めるわけないやろ、あんた。やっぱ。え。カイピリーナも飲めない。まあ、飲めるよ、一杯は。一杯飲めるの？え、でも結構ベロンベロン。一口じゃなくて。結構ベロンベロン。え、ですよね。この間ほら、なんか出会ったブラジル人、あのほら、なんかツアーでなんかアマゾンのビーチ連れてくれたなんか。ああ、言ってたわ。そう、なんかブラジル人が、作ってくれたというか、おごってくれたんやけど。まあ、カイピリーナ。おごってくれたからさ、まあ、まあブラジル世界、カイピリーナおごらなきゃいかんでしょみたいな感じで置いててくれたから、飲んだけど、ベロンベロンやもん、ベロンベロン。いや、ですよね。強いよ。いや、会社さは本当に、あれ割ってないですからね。え、カイピリーナ？カイピリーナ割ってないですよ。はあ？カシャーサ入れて、まあ、氷入れて混ぜるから、まあ、氷が溶けるけど。めちゃくちゃレモン入れてる？まあ、めちゃくちゃレモンも入れてる。まあ、めちゃくちゃ、まあだよ。でも、その、例えばコーラとかソーダとか水とか、割ってない。その、うん、割り剤はないから、ない、カクテルだから、まあ、きついっすよね。よくないね。まあでもビッグカメラで買えるみたいなんで、皆さんもぜひ飲んでみましょう。作ってみましょう。グッドバイブさん、ジュンさんは顔パスでしたね、マチュピチュ。マチュピチュ顔パスなんだ。あ、泣き顔でしたねって。泣き顔ね。うん、もう寒すぎてね。泣き顔ね。もう寒すぎて、本当にね、もう、うん、早く降りたかった、マチュピチュ。全然ね、うちらはそんなことなかったよ。あ、そうなんですか。寒くないんですか？うん、別にそんな。ああ、そうなんですね、うん。凍えてたんで。やっぱ全然違うね、雨とあれでね。そうですね。うん、え、ちなみにグッさんはマチュピチュは歩いた。そのアグアスカリエですから。あ、歩いた。歩けるんですね。まあそこはグッさんトレッキング好きやもんね。別になんか何がしんどいやぐらいの距離。ああ、間違いない。まあ俺も別にそんなにちょっときついかなぐらいかな。うん、最後のあの坂道がね、階段の。コウスケさん、お、800円、お、あ、サカキ丼の、サカキ丼の方、ありがとう、サカキ丼の、すいません、ありがとうございます、嬉しいです。もう少しの時間ですが、南米を楽しんでください。まあ、彼もね、やっぱり世界一周してたから。なるほど、あ、世界一周したんですね。あ、さすが先輩ですね。だからね、うん、だまあ南米もだから今回2回目やんね。あ、そう。ウユニ塩湖だから2回来てもんね。ええー。2回来てる、そう。いいですね、まあでも行くよね。やっぱね。南米はそういう魔力があるよね。確かに1回じゃ終われないよね。何回も来ちゃうね。うん。ありがとうございます、800円。
タロアミ連合国さん、こんにちは。友達とオンラインゲームしてました。LINE スタンプ、待ってますか？待ってます。うん、あ、僕らが、うん、僕らの LINE スタンプ、いやー、ちょっとそんな。作る？いや、ちょっと。モーロジ作る？いや、そんなにレパートリーがないよね。まあ、自分たちでは思いつかんよね。バイブ数もいける。まあ、バイブ数と、馬おろし、馬おろしへ食べていく。食べていく。あとは何？トランキーロ。トランキーロね、トランキーロね、トランキーロ。もうスペイン語スタンプみたいな。まあ、ほんまに、ね、メルカド見えんだみたいなね。メルカド行こうぜ。まあ、でもね。まあ、それでもいいのか。ね、それはファンの人。まあ、ね、いつかできたらいいですね。うん、その時は私に声かけて。あ、そうですか。絵描いてもらって。で、それで、グッサンもね、3個くらいスタンプ。私、うん、あ、大阪弁の。なんでやねん。なんでやねん。なんでやねん。そう。スクティさん、1600円。ありがとうございます。おー、ありがとうございます。日本でカシャーサ、ギリギリ買えないぐらいですけど、ビール代にしてください。超ビール代になりますよね。いや、そうですね。ただ、なんならね、ここら辺だったらね、その値段でカシャサ買えるかもしれない。まあそうだね、確かに、ね、うん、まあブラジルすぐそこやから、カシャサ売ってると思います。まあでもカシャサちょっと強いからあんま買わないですけどね。ビール飲ませていただきます。ビールだな。ありがとうございます。いただきます。ルミキタさん、ペルーから見てます。日本から娘にタビオロジ T シャツを日本から娘に送ってもらったから、着ていたら着て、いろいろ、あ、着いたら着て、いろいろ写真撮ってインスタあげますね。来週からクスコ行きます。おー、ありがとうございます。タビオロジ T シャツ着てクスコ、素晴らしい、嬉しいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。もうそれこそクスコか、うん、羨ましい。ペルーいいですね。ね。みんな大好きやんね。ね。ここ3人みんな大好きやんね。そう。てか嫌いな人おぐ。まあ、いないいないいない。ね、ペルー行ってペルー嫌いになることないよ、うん、多分。いないいないいない。まあ、観光もやし、ご飯もやし、人もやし、うん、文化も面白い。ルミキタさんも多分、沼ってるんでしょうね。沼ってるよね。わかるよ。気持ちすごいわかります。気持ちすごいわかります。ありがとうございます。なおチャンネルさん、知らんかったバイブスとかチルとかね。ニューヨークでもあんまり若い人と話さないからアンテナを高くする。あ、そのアヤワスカのことですかね。そうですね。多分ね。確かにね、チルとか言うね。まあこっち。うん、まあこっち。そういうこと外人が言うもんね。まあそうですね。うん、バイブスもね。バイブスもね、外人中かな、あ、ちゃちゃちゃ、なんか若者中かあれかな、やっぱりこういう外人が言うよう言うてるから余計な。まあそうですね。まあ僕らも使えますしね。うん、やっぱり、まあでもトランキーロですね、南米風に言うと ね、チルは。トランキーロだ、ね、うん、トランキーロ最高っすね。大塚のちょっとまだ残ってる。そう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 、俺おしっこしてこの荷物だけ持ってきたら、もうぐっさんおしっこしたそうな顔してるから。あ、ごめん、おしっこ、ごめんね。俺ちょっともう一回行ってきます。はい、私が乗っ取ります。アンティグアで語学学校に通ってパタゴニアとガラパゴスの10、お前途中で読むのやめたけど。準備します。一番本当いいと思う。私もね、まあうち語学学校通ってへんねんけど。通ってないのか。そっか。あ、そっか。NHK だけ。NHK だけ。ああ、すごいな。でもね、本当それが正しいと思います。で、まあパタゴニアとガラパゴスね、めちゃくちゃいいっすよ。うん。やっぱり。めちゃくちゃいい。まあガラパゴスとかもね、結構なんかまあそうやろうね、こう思っ楽しいとこなのなと思ってたのをはるかに超えてきてよかったんで。うん。動物好きな人はね、絶対に行かないといけないですね。動物好きな人はね、ガラパゴスは楽しいですね。いっぱい泳いでください、ガラパゴス。ロボットボーイさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。旅っていいですよね。来月オーストラリアへ行きます。いいですね。見たことある？ないです。ない。これから行くんでしたっけ？多分。多分。うん。とにかくメジャーなとこ行ってないんですよね。まだメジャー、うん、確かに僕も行ったことない、誰も行ったことないな、大塚も行ったことないし、うん、確かにね、行きたいですね。オーストラリア絶対に行きたい。いいですね。うん、絶対に行きたいけど、なんか行くかなと思ってちょっと、うん、確かに置いてる。エンジョイマリーネコさん、うわ、5000円、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。過去動画をたくさん見ました。
激安でコスタリカの大自然を体で堪能できてしまう。モンテベルデのアドベンチャーパークが最高でした。バンジーあり。世界196制覇の旅、たくさん笑わせてくれたお礼です。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。コスタリカで何かやりました？じゃあ私は動物がさ。ああ、そっか。好きやからさ。結構動物に課金してた。そうか、課金。そうそうそう。そうだね、確かに。コスタリカといえば動物なとこあるもんね。まあそうね。か、ビーチか、みたいな。まあそうね。で、私は結構ね、動物を見に行った。で、こう、まあ言ったらね、こう、双眼鏡とかないとやっぱ見えないし、ガイドがちゃんとこう、あの木に怠け者温度とか、うん、やっぱこう見つけてくれるんですよね。うん、だからもう、なんかそれなくて、自分で言うと見つけられへんのよ、全然。あ、そうなんだ。そう。だからその望遠鏡とか、こう、貸してもらって、ガイドが、ここを見ろ、あそこに鳥がいるぞみたいなのをこう言うて、ほんまやみたいなのをずっと繰り返してなるほど。うん、え、英語？英語では、うん、英語やった。あ、そうなんだ。うん、そう。あのね、モンテベルデ？モンテベルじゃない、私はサラピキっていうところ。あ、知らないな。サラピキっていうところに、あの、一泊100ドルの宿があるの。高いと思うやん。高い。でも3食ついてて、お朝昼晩ね、お。で、チョコレートとかも一から作ったり、最近もついてて。うん、すげえ。カカオ、あ、カカオ取れるの？カカオ取れる。あ、もう、え、コスタリカカカオ結構取れる。あ、そうか。チョコレート結構有名。やし、なんかまあ、あの、それこそ、何回もこう、敷地内がクソ広いから、めちゃくちゃ動物見れるよ。で、そのガイドがおん住んでるの。宿に。宿からも見れちゃうんだ。宿、動物園の中に宿あるみたいな。みたいな感じ。だから、その、こう、言うたら、おい、何々が出たぞみたいな感じで、呼ばれて、行っては、ほんまや、ここに使おるな、みたいな感じ。すげえな。だから、すごい、トータル安いと思う。確かに。うん。だって、ガイドとか、言うたら3時間で6000円とかさ、そんなも普通にあるからさ。うん、あるある。でもさ、3時間で見れるとも限らんやん。ああ、そっか、動物が。いつおるか分からん動物なんかな。せやけど、そこやったら、こう、いるときに呼んでくれるから、動物がいるってなったら呼んでくれるから、うん、そう、こっちがダラダラしてる間に、ガイドが一生懸命まあ、探し回ってくれて、ナマケモノあの木におるけど見に行くか、うん、行くみたいな。あ、なるほど、ね。うん、めちゃくちゃいいの、確かに。贅沢。でしょ？贅沢な動物園。でしょ？うん。あの、自然やからね、やっぱりこう。じゃあ、動物園も好きやけど。確かにちゃんと野生だし、うん、野生で。野生でいい。モンテベルデもね、なんかありましたわ。ナイト、あ、ナイトツアーみたいな。あるね。うん。でもナイトツアーだとね、やっぱこう、動画の方も、ね、考えちゃいますしね。うん、そう、撮れないから、うん。絵的にもむずいなってことでね。難しいね、YouTube になかなか、はい。アドベンチャーで、バンジーしましたわ。ありがとうございます。マリネコさんもね、猫って言うぐらいなんでね、多分。動物好きだね。動物好きなんでしょうね。はい、猫が好きやね。そうですね、ありがとうございます。トマキさん、アルゼンチンのビザランについて調べています。イグアスでできるか知っていますか？え、ビザランうちわからんな。ビザランはでも僕たちはアルゼンチンに入って入ってから2ヶ月後ぐらいに一旦チリに入って、うんうん、サンティアゴ入って、でサンティアゴからグーって南下してまたアルゼンチンに入ったんですよ、うんうん、その時もね別になんか何もなかったですよ。すごい簡単に別にまた90日普通にもらえましたし。じゃイグアスやったら普通にできるんじゃない？あ、イグアスでもできる。イグアスでもできる。ね、僕たち、そうか、イグアスでも一回入ったし、うん、で、あと、あれ、笛ごと下の、ね、うん、あっちの牛屋とかの、ね、そう。あっちも陸路で行くってなったら、一回地入ってまたアルゼンチン入んじゃなきゃいけないとかあるんで。何回も僕たちアルゼンチン入っては出て入っては出て繰り返してるけど、まあでもどれもね、トラブルゼロで行けたんで、まあ簡単で行きますよ。特にイグアスとかだったら全然行けそうだね。全然行ける、うん。そんなにめっちゃいるからね、そんな歌ってる人、イグアスなんて。むしろ、な、入国とか やってなくて行き来してる人いるやろうね。確かに、絶対いる。うん、特に現地の人はね、そんなに行き来してるし。まあ、トマキさんはやらないといけないですけど。うん、そんな感じです。余裕ですね。アルゼンチンマジ余裕なんで。ビザ。CZT さん。うん。グッサン、タカちゃんじゃでー。タカちゃんですね、これは。おお。この人はね、音楽のつながりなんですよ。へぇー。ライブ友達です。はい。すげえ。そうよ。タカちゃん、最近オーストラリアに旅行してました。へぇー。だから、うち行ったことないし、教えてもらおう。グッサン、
グッサンの友達めちゃくちゃ来てくれるな。ありがたいね。ありがとうございます。本当に。こちらがありがたいですわ。あ、グッドバイブさん、2回入ったでしょ。これマチュピチュのことやね、きっと。違うかな。充電に気づいて。ああ、そうですね。僕、充電というか、あのメモリーが、メモリーカードを忘れたことに気づいて、僕は2往復しましたね。2往復というか、はい。はあ、なるほどね。マチュピチュの入り口、あそこかな。マチュピチュの話かな。うん、やと思う。さっき、マチュピチュの質問来てた。そう。まあでも、まあ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 、身軽ならね、本当スルスル行けますよ。絶対。余裕っす。あれぐらい。あー、ガナグナさん。実はラングナって名前でついててます。なんか絶対そうやろうなと思って、アイコン見たことあるの。めっちゃ。あのね、グーナーのね、フォロワーさん多いの。あー、ですよね。まあまあまあ。まあ、ユニフォームで旅してるからね。確かに。だって、トップガもラムシあ、カソミラトップガカソルラと、ベルカンプジャンプか。あ、そら、ツイートね、固定ね。あ、それこ。そうそう、ヘッダー、あ、ごめんごめん。ヘッダーが、カソルラとモンレアルやと思う。じゃなかったかな、こうやって、へーって写真撮ってるやつ。後ろ姿さ、FA カップ。後ろ姿はラムジ。だよね、ラムジ。今はラムジ。で、もうツイッターの固定みたいな、一番上になんか置けるやつ、うん、は、なんかベルカンプジャンプ。あ、ベルカンプジャンプ。全部アースナルやった。確かに、全部アースナルか。すごい。それはあかんわ。それはあかんわ。いいや、いい。ラングナ。ごめんな、ほんま。ありがとうございます。ありがとうございます。ブラのクリスティアンさん。カシアサ、私の家の最寄り駅のショッピングセンターには複数のブランドのが売ってました。え、帰国された際に東京でオフ会されたら、ぜひみんなでカイピーリニアで乾杯したいですね。いいですね。いいですね。じゃあ、うちサンバ踊ろう、真ん中で。え、お。すごい。誰かに作ろうとしよう。お願いします。お願いします。あの、グッサイも確かに来てほしいですね。ぜひ、やるってなったら、ね。大阪行くかもね、俺らがね。うん。大阪の時。どこでもいいですけど。まあ、うちもどこでもいいけど。スグティさん。新婚旅行でスペインに行きました。素晴らしいね。いいですね。あのね、スペイン好きよ。行ったことないですよね。そう、僕たちは行ったことないからね。スペイン、確かに一人で行ったけど、新婚旅行とかで行きたいよね。飯うまい。あ、もうめっちゃうまい。やっぱり。やっぱりもう安定のうまさやんね。こう、さっきなんか飯うまい国どことか言ってたけど、スペインも結構私だいぶ入るわ。まあ、そうだね。うんなんかね、あとね、やっぱりラテンやん、こう、スペインがこっちね、しかも植民地支配してた。だから、スペインも、その、ヨーロッパの中では相当明るい。ああ、なるほど、うん。やっぱそうなんだ。うん。てか、まあ、移民も多いんちゃう？うん。南米系の。ね、スペイン語喋るからね。うん。だから、スペインは、ヨーロッパの中では私は一番好き。まあ、そっか。ああ、暖かい国だしね。暖かいしね、確かにそう。すごい暖かいしね。まあ、やっぱ人も明るい、やっぱり。あ、雨舐めていいですか。あ、雨舐めてください。いただきます。佐藤祐介さん。てか、お二人もグナやったとは、過去動画見ててもわからんかった。マジっすか？これからはお二人も押します。登録します。あ、ありがとうございます。お願いします。ゴリゴリですよ。めちゃくちゃグナですよ。めちゃくちゃですよ。めちゃくちゃグナ。まあ、めちゃくちゃです。スイス人は知らなかったけど。ごめんなさい、それはすみません。けど、プレミアはね、ほぼ毎試合見ます。うんまあ、少なくともハイライトを見ますし。すごい、ほんまにファン。めちゃくちゃファン。うん、グッサに言われてるからね。ありがとうございます。お墨入りです。お墨付きです。お墨付きです。はい。スクティさん、31歳電車の整備士、2歳児の子持ちですけど、旅行、旅行けますかね？行けます。うん。なんかね、その日本ではなんかこう、ちっちゃい子の海外旅行みたいな風習、ちょっとなきにしもあらずやけども、それこそ欧米の人とかね、うん、2歳とか普通やんね。めちゃくちゃいる。むしろだから欧米からね、もうね、ミャンマーみたいなさ、なんか結構僻地まで2歳ぐらいの子を連れてきてるし、うんうん、しかもなんかこう、海外行きの多分飛行機とかやったら赤ちゃんが泣いたりとかしても誰も文句言わん、もちろん。ああ。もう逆にみんな赤ちゃん泣いてんねーぐらい。うん。うん。だってこっちもさ、もう生まれたてのエケちゃんみたいな、こんなエケちゃんがさ、抱かれて歩いてるよね。ね、歩いてるね。あともうバスとかさ、うん、泣きまくってるよね。泣きまくってる。うん、まあ子供多いっていうのもシンプルあるけど。それに文句を言うなんてことありえないし、うん、それむしろ赤ちゃんを持ってることによって、うんいろんな親切にされることは増えるかもね。私もそう思う。より南米好きになれるかもしれないね、うん。南米とかやったら多分めっちゃ可愛いねって褒められるよね。うん、確かに。
これはもうでもほぼ 100% いけます。はい、はい、あっこさんありがとうございます。いつも1600円。頑張れ頑張れ頑張ります。いつもありがとうございます。頑張れスパチャくれるんです。なるほど、ありがとうございます。頑張れるね、このはい、ベネズエラ頑張ります。これからね、僕たち4時のバスに乗って、うん、まあ多分シューダードボリバルってとこまで行くんですけど、うん、結構なねハードな道なんで、うん、頑張んないとね、頑張らないといけない道なんで、ね、資料ね、はい、資料頑張ります。あーで最後にこちらもいつも、あ385皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい8000円。綺麗な海やなこれね。うん、これどこなんだ。確かになんかホール感あるよね。聞いたことあるけど深い。モリリブだっけな。あーいやいや違うか。3人のベネズエラ旅楽しんで、なんか配信にリズム感バリバリ出ていい。ありがとうございます。それはもう、グッサンの関西の、うん、おしゃべりちゃんがいるのでね。助かりましたね。すいません、本当に。あ、スクディさん、旅行ける気がしてきました。絶対に行ける。ありがとうございました。うん、おやすみなさい。おやすみなさい。子供にもいいね。うん。確かに、まあ、いろんな世界をね。私もそう思います。うん、いや、宮田さん、ありがとうございました。8000円。あ、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。佐藤祐介さん。320円。あ、おルナ佐藤さん、ありがとうございます。ありがとうございます。旅先で同郷軍と出会えたら泣いてまうやろな。出会い奇跡ですな。確かに同郷と判明したから ね、 ね、それでグーナーだからね。そうね、だってグーナーに日本でさ会うこともないやん。ない、なかなかな ない。しかもさ、まあ、今やったら多いかもしれん。あー、富谷ですよ。あー、まあ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 、まあ、あんな時期なかなかおらんやろ。一番どん底の時だからな。どん底8位。いいよ、エミリー2年目。そうね。あの時期に会うとやっぱ結束感高まっちゃったね。確かに。どうして あ、 ありがとうございます。ありがとうございます。佐藤さん、ありがとうございます。リオアレクサンダーさん、今日も楽しかったです。ありがとうございま す、 ございます。読み切りましたね今日は。はい、というわけで3時間。おお、ちょうどいい。ちょうどいいですね。ちょうどいい、ちょうどいい。見てくださってありがとうございました。いや、ありがとうございます。本当にいや、めちゃくちゃ今日も来てくれましたね。460人とかなってましたね。470人とか。ね、さすが。もうベラ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 。話がね。ベラ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 。止まらんかったからね。止まらんの。そうね。最高です。すごいな。最高です。またお願いします。次の配信もおるかな、きっとね。おるかもね。おるんじゃない ?2 週間後です、多分。追ってください。なあ、どうしよう。またやるかも。はい。というわけで。マリネコさん、3時間オーバーお疲れ様でした。ありがとうございます。いや、皆さんもお疲れ様でした。おやすみなさいですね。おやすみなさい。じゃあ、またねー。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。